ドミノ作成に集中するために。あ、こう持ってこう喋っていただいて、Amazing grace, how sweet that sound. あ、変わった。気持ちいい。キコーナ。はい、いきます。あれ。はい、すいません。明けまして、皆さん、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、水曜、気候のチャンネル、水曜鶴見店、東大阪&鶴見店ということで、はい、新年、新しくなった気候のチャンネルは、なんと水曜日に鶴見店と東大阪店がコラボレーションしながら放送を行うということで、
東大阪のノリノリ店長、イエイ、はい、鶴見のオカルト店長、はい、今日は鶴見店ということで、ペカ泥棒さんとふんどし大仏さんも後ろね、はい、いらっしゃいますけども、このメンバーで、お送りしていきたいと、相変わらずね謎すぎるということで鶴見の自由すぎる配信バージョンで今週はお送りしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。あ、明けおめということで、ね、どうもありがとうございます。ありがとうございます。はい、ノリノリ店長、お正月はどんなお過ごし方をされたんですか？プライベート話しちゃいますけど、邪魔、はい、なんなの本当に。お正月は妻が、はい、元旦より、はい、実家へ旅立ちまして。おー、なるほど。パラダイスですよね。あ、もう現在もパラダイス進行中でございます、はい、自由を謳歌しているという、はい、拍手が巻き起こってますけど、年に1回の、なるほどね、はい、羽を伸ばす時期ということでね、はい、なるほど。お仕事は、あの、キコーナーさん基本的には年末年始関係なくずっとオープンという感じですか？そうですね。あ、じゃあお仕事はね、平常営業でやらせていただきました。あるという感じですけどね、まあ、お家に帰るとね、はい、まあ、ゆっくりできるというね、はい、はい、嬉しそう、本当に嬉しそうですね、はい、はい。オカルト店長はお正月は、あ、そうですね、僕も妻が、はい、あの、実家に帰ってましたんで、はい、まあ、羽を広げて、はい、まあ、羽を伸ばして、はい、はい、はい、いう感じですね。あ、そうなんですか。結婚してたっけ？あ、ボケたんですか？俺分かんないんで、本当にそうなんだな。松田さん、1回目放送したって言ったじゃないですか。分かんない、覚えてないですよ。いや、ほんま、結婚してないでしょ。結婚してないです。結婚してない、はい、結婚してない、ね、妄想の嫁とね、イチャついてたということでね、ありがとうございます。初滑りということで、はい、はい、そうですね。いや、まあ、めでたい、まあ、一発目からね、はい、鶴見っぽいということでね、はい、はい、ありがとうございます。まあ、さあ、本日は、ドミノピザを食い続けるって書いてますけど、そんなことはしませんよ。今日は何するんですか、店長？今日はですね、はい、メインはですね、はい、ドミノ倒しです。ドミノ倒し、そっち、ドミノ倒し、はい、こっち目です。あ、まあ、その傍らですね、はい、寝台で導入しました、はい、ガンダムですね、ガンダムね、はい、をちょっと打とうかなと。なるほど。まあ、全然わからないですけどね、はい、ただ分かってることは、はい、この見てください、このパネル、かっこよくないですか、はい、パネルかっこいいですね。かっこいいでしょ、はい、これは分かります。下がパネルの部分も液晶画面になっているということですよね、はい、今はまだちょっとあのガンダムの絵になってますけど、これがこうどんどん変わったり変わって、ね、変わります行ったりするということで、はいはい、かなりね、あの、高級感のある筐体という形になってますね。かっこいいですね、はい、なんかね、上の方にもね、こうガンダムの目がね、こうついてて、はい、いや、あれですよ、あの、はい、放送とかでお話ししてますけども、あの、もともと全員、はい、あの、店長の下で働いてましたから。あ、こんな感じですか。東大阪のノリノリ店長の下で皆さんこうやって働いてたメンバーが今こうやって再集合したと、はい、いや、懐かしのメンバーがじゃあ揃ったという感じですかね。なるほど。いや、じゃああれですか、東大阪店と鶴見店がコラボレーション放送するのも必然だったということですかね。そうですね。なるほど、はいはい、じゃあね、そういうメンバーで本日は頑張って、主にドミノやっていただくということで。あ、ドミノですね、はい、パチンコの番組なんですけど、はい、大丈夫ですかこれは、ね、メインそっち、はい、メインね、今ペカ泥棒さんがねアピールしてますけどね、ドミノね、思いっきり買ってきたやつね、はいはい、作っていただくということでね、はい、じゃあ頑張ってね、パッチンスローガンダムを打ちながらドミノ倒しに挑戦する配信ということで、はい、やっていけたらいいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ早速ですけれども、どうしますか、打っていただくような感じでよろしいですか。そうですね、はい、そうなんですよ、あの、すいません、皆さんちょっと最初にお伝えしたいことでございまして、はい、お、何ですか。彼、ペカ泥棒がですね、はい、1月10日で、はい、誕生日を迎えるんですよ誕生日どう、はい、はいはいはい、以上、おめでとうございます。その誕生日記念ということで、はい、あの、彼がどうしてもやりたかったっていうんで、はい、ドミノ倒しを。あ、そうなんですか。そうです。彼の1月10日の誕生日にですね、はい、誕生日記念ということで、はい、まあ、彼休みなんですよね誕生日お休みなんですか。今日はちょっと存分にやりたいということで。なるほど、はい、ペカドロボさん持ち込み企画なわけですねそうです、そうです。ああ、なるほどね、はい、あれ、もう、あれ、しゃべれないですね、はい、マイクついてないんでね、はい、じゃあそんな感じでね、お送りしていきたい。なんかすごい情報なのかなと思った、大した情報じゃなくてがっかりって感じですけどね、はい、じゃあ頑張って打っていただきたいなと思いますのでいやいや、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、じゃあお席の方にお願いいたします。1月10日誕生日ですよ、1月10日。どうでもいいですよ、1月10日誕生日ですよ。デカ泥棒さんの誕生日なんて誰も気にしてないですよマジ、ね、ノリノリ店長どうでもいいですよね、はっきり言ってね。マジどうでもいいですよ、本当どうでもいいです、びっくりした。店長、元僕の誕生日です、1月10日です。マジどうでもいい。なんかすごい、なんか途切ってまでなんか言うから、なんかすごい情報なのかなと思って全然どうでもいい話です。1分半無駄遣い。いや、本当にその通りですよね、びっくりしました、はい、それではじゃあこちらのカメラに向かって、じゃあ、はい、ね、新年一発目ということで、
よろしいですかね。はい、はい、じゃあ気候のチャンネル水曜東大阪&鶴見店、鶴見の自由すぎる配信パチスロガンダムを打ちながらドミノ倒しに挑戦する配信ということで、頑張ってパチスロガンダム打っていただければなと思いますのでよろしくお願いいたします。それではシダスタート。お願いします。うるさいよ大仏、うるさい大仏、声でか大仏マイクつけてないのですげえうるさいから本当にびっくりするわ。え、あ、すみません、その声は拾えてなかったんですけどなんかよくわかんないですけどね。はい、ということでとりあえず、はい、こっちメインでやっちゃっていいですか。はい、ガンダムどんどん回していっていただければと思いますんでね。はい、じゃあでね、ドミノはねドミノでね、ドミノカメラをねちょっと用意させていただいたんですけど、ね、ちょっと待ってくださいね。こっちのオカルト店長のカメラをねちょっと調整させていただきます。はい、こんな感じでいいですか。よいしょ、ほほ、よし、こんな感じでいいですか。はい、 OK ですね。はい、ということで本日はパツロガンダム寝台ですね、打っていただきながら、あ、なぜかドミノ倒し、理由は俺にも本当に分かりません。テカドロボさん持ち込み企画ということでねお送りしていきたいと思いますんで、スロット台でドミノするなんてなんて大型予算番組なんだって言いますけどスロット台でするわけではない。スロット台ではない。いやー、できたらすごいですね。ね、できたらすごいですけどね。はいはい、夢ですよね。そんなね、そんな金は当然あるわけもなくて、ね、いや僕は倒さないです、絶対。絶対倒せないです、ね。本社から怒られますね。はい。じゃあどうしますか。ドミノ軍団ちょっと見ますか。どういう風に始めるのかちょっとね。本日あのドミノカメラを用意させていただきましたんで、はい、こちらねドミノカメラ、はい、見えてますか。はい、これね。そこですんの。はい、ドミノカメラ。お、何ですかそれ。110。おそれが新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。喋るんだ。ペカドロボと申します。はい、仏さんちょっともうちょい前来ていただいてよろしいでしょうか。はい、私は1月10日で誕生日を迎えるということで、自分の誕生日、自分の誕生日の形のドミノをすんの、記念にドミノを倒してやろうかなと思っております。ひどい企画だな。設計図を書かせていただきましたので、皆さんは一度ちょっとご確認ください。110って何かなと思ったら自分の誕生日。とても素晴らしいドミノを作っていこうかなと思います。これ見えてますかね。見えてますよ。スタート地点からちょっと映していただけますか。はい、映ってますよ。はい、大丈夫ですよ。仏さん新年一発目の仕事です、はい、まずスタート地点ここにあります。はい、はい、これが、どちらかの店長かですね、はい、パチンコ屋さんですから、はい、パチンコ玉をこうコロ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 転がしていただいて、はい、スタートするわけです。なるほどなるほど。どでかくスタートするわけです、はい、一発目、はい、コロ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 と、はい、そして私1月10日ですので、はい、110と、はい、描かせていただこうと思ってるんですけれども、はい、その間にね、3つのポイントがございます、はい、折り返し地点でまず1ポイント、はい、ちょ行き過ぎですね。この下らへん、映していただいて、はい、見えてますか。はい、見えてますよ。オカルトクロスって書いてありますけど、オカルトクロス、はい、これ第1回目の放送オカルトやりましたね。皆さんオカルトやりましたね。覚えておられますか、はい、大ファンの皆様なら覚えてらっしゃると思うんですけれどもオカルトクロスという、ね、自由すぎるって言われてますけど、やってまいります、はい、そこでもう1回折り返していただいて、はい、2つ目の1ですね、はい、1をジュンって言った後に、はい、次2回目の放送、はい、怖い話しましたね。怖い話しましたね。魔の U ターン待っております。なるほど。ここが第2関門。なるほど。これなかなか難しいと思いますよ、はい、なんせ魔ですからね。なるほど。 U ターンだけではないです。なるほど。今の U ターンですから、はい、その今の U ターンをクリアしていただいた後には、はい、綺麗な丸を描かせていただきまして、はい、その後キコーナーのマークを描くんですけれども、その最後の難関、ここが一番怖い、はい、見えてますか、はい、3、はい、都市伝説、都市伝説と今までの放送を踏襲してるわけですね。そうなんですよ。なるほど。大ファンのコアなファンの方にはねすごい楽しみなコメント欄もポカーンとなって完全に止まってますけどね。コンコンコンとね階段の数が上りと下りとでね、はい、段差が違うっていう、ああ信じるか信じないかは私すいません、今日ガーンっていう音を用意してないんでというね、3つの関門を用意させていただいて、最後にキコーナーのマークをきれいに彩った後に、はい、ゴール地点があります、はい、ゴール地点までたどり着きましたらもうこんな感じですよ、はい、もうおパチパチパチとパチパチおめでとう、コミュニティ参加したよ、なるほど、1月10日は鶴見店行くわねでも1月10日休みなんでしょというね、プログラムになっておりますので、皆様どうか2時間後にこれが倒される予定になっております。どう考えてもこれコマ足りなくないですか。いやいや大丈夫でしょ絶対足りないでしょそれ2箱しかないですけど。2箱ありますからね、はい、絶対足らないでしょ2箱で2000ぐらいあるので、どう考えてもそんな110この仕掛けをね、イコーナーマークとか無理でしょ。大丈夫です。絶対足らない。雑よければこれ2時間皆さんが楽しみにしていただいてわかりました、
ドミノ最近来ましたね。ドミノ最近どうなったみたいな感じで。大仏すげえ乱暴ですね。大仏めちゃくちゃ乱暴ですね。ガンダムの合間合間で振っていただければ。わかりました。はい、進捗状況をお伝えしようと思いますので、心配なくともそういうするつもりですね。大丈夫ですよ。はい、よろしくお願いいたします。48時間配信かなんかですかってあるんですけど、現場のペコトロボでしたー。はい、というわけでじゃ あのガンダム行きますか。もう無視してガンダムそうですね、はい、ドミノはね、ほっといてね。はい、お願いいたします。いやー自由ですね、本当にね。はい、終わりましたよ、どうぞ。申し訳ないです。はい、あのいいです、余興タイム終了しましたね。申し訳ないです。はい、じゃあね、ノリノリ店長にはね、ノリノリ店長が唯一ね、まともな人なんでね。はい、今日は期待してますんでね。ありがとうございます。はい、お願いします。お願いしますね。まともキャラになりましたよ。いやー、ほんとね。あ、でもね、聞いてください。何ですか。あれですよ、ふんどし、主役店長が、はい、あ、ノリノリ店長が、あ、そうですね、あの、はい、ハードゲーム宮川も、はい、そうですね、あの主役店長考案のもとですね。あ、そうなんですか。ノリノリ店長がハードゲーム宮川を考え出したんですか。作り上げたと言っても、そうなんですか。それは僕は引き継いだという感じです。そうなんですか。そうやっけ。いや、いや、そうやったかな。全然、いやいや、分かんなかった。ノリノリ、いや、まあ、そうなんですか。この人たち一生懸命教育したつもりやったんですけど、いやちょっと何か間違ったみたいですね。いや、この、はい、この切られ具合、はい、教育の方向性を間違えた。完全に間違ってますね。ちょっとね、コメントたくさんいただいてますんでね、ちょっと最初の方からねコメントどんどん読んでいきたいと思いますね。明けおめということでね、鶴見明けおめということでね、あ、東大阪の店長やと言われてますね。 ありがとうございます。はい、本日ね、東大阪の店長と鶴見店に来ていただいてですね、鶴見の自由すぎる配信コラボレーションということでお送りしております。はい、松浦さん、先ほどありがとうございました。話が長くなってすみません。あ、そうなんです、先ほどね、視聴者の方がね、わざわざお店鶴見店来ていただいてですね、いつも見てますよって、楽しみにしてますんでって言って声かけていただいたんですよ。その方ですね。はい、ありがとうございます。本当にね、ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。はい、すごくね嬉しかったんでね。で、早速お家に帰って今見ていただいてるというね、いうことで。なるほど。本当ですか。ありがとうございます。もうなんか松浦ファンす。いやいやいや、びっくりしましたけどね。ありがとうございます。本当にね、自由すぎるって言われてますけどね。いや、こう言わせるとね、オカルト店長俺のもんみたいなね、やってあったみたいな感じになるんですけどね、はい、すげえ棒読みって言われてますけど、大仏見えてないのかって言われてますけど、大仏さん見えてますか。大丈夫ですか。あ、全然聞いてないですね。必死になってますね。はい、ガンダム待ってましたということでね、はい、ガンダムたっぷりお送り、たっぷりなのかな、お送りする予定になってますんで、ぜひお楽しみにしていただければなと思います。こいつは今週稼働開始、はい、今週、はい、そうですね、6日でしたっけ、稼働開始。本日稼働開始ですね。本日稼働、あ、本日稼働開始、ね、あ、稼働開始自体。あ、なるほどなるほど、ね、6日ですね。はい、この鶴見店では本日が入れ替え、本日が入れ替えだったということですね。はい、なるほどなるほど。台数は何台ありますか、ガンダムは。台数はなんと、はい、はい、なんとですね、はい、ここで終わりです。あ、見えないですか。見えないですね。何台か。3台です。3台でね。3台です。はい、鶴見店ガンダム3台ありますんで。3台ですよ。はい、ね、早いお菓子ですよ。はい、遊びに来ていただければなと思います。稼働率 66% ということで。はい、ありがとうございます。3台でね、はい、2人座ってたらね、はい、そりゃそうですよね。寝台っていうこともありまして、はい、2人ともわけわからずに売ってますんで、 そうですね、そのあたりご了承いただければと思います。はい、まあ、ちょっとね、俺もゲーム性とかあんまりよく分かってなくて、今小冊子見ながら追っかけているようなところですけどね。はい、狙い目は多分左ビルはこの赤いバンみたいなやつ。そうですね、ジオン柄ですかね。滑ればスイカ、スイカ強チェリーみたいなのもあるんかな。そうですね、一応ノリノリ店長夕方なってますんで、夕方や夜は降格に行きたいということで、若干降格の期待度があるという感じなのかもしれないですね。なるほどね。はい、まあ、よくあるパターンですね。昼間、うん、夕方で夜の方が暑いみたいな、ね、感じですだと思うんですけども。さあ店長、あ、すみません、オカルト店長の方は演出入ってますね。はい、演出入ってますね。バトルですか。とりあえず見ましょう。はい、ちょっと見ていきましょう。グフとの対決ですね。あ、そうだ、終わりました。飛ばしちゃったけど負けちゃいました。負けちゃいましたね。みたいですね。はい、みたいですね。なるほど。そこカットする素人っぷり。びっくりしましたけどね。素人の出演でお送りさせて、はい、そうですね、はい。ガンダム索敵モードですか。なんすか。ガンダム索敵モード全長的な、自力ゾーンって言わ書かれてますね。直感でレバーを叩く自力ゾーンということですね。直感でレバーを叩く、はい、レバーを使ってガンダムを操作して
ザクを見つけろと。なるほど、ザクを見つけていくとポイントが溜まって、ポイントが溜まるとボーナスが近づくみたいな感じだったと思うんですけどね。なんかね、はい、ま、なんかお、何、どういうことこれ。あ、今そうやって選んで止めるんかな、はい、なるほど、そっちにいるんじゃないかと思う方向を、お、ザク2匹見つけましたね。あ、2個つきましたので3、4、5、6、7、8、9、10、はい、まで10体見つけりゃいいんですね、とボーナスというような感じですかね。さあ、なかなか面白いですね、ゲームみたいな感じでね、うん、はい、さあ右にいるのか左にいるのか、上か下かということで、さあ左で1匹発見ですね。ガチっすかね、この4択は。いやー、どうなんですかね、激レースかな。激レースって言い方もちょっとあれですけどね。下下、さあどこを索敵しますか。下、おっと、ドームですね。え、さあこれで対決ですかね。はあはあはあ、はあ、ジェットストリームアタックですか。2匹しか、あ、3匹来ましたね。あ、黒い3連星、星3つ、星3つ、トリプルドーム、あー、いいですね、オルテガマッシュ。さあガンダムがドームを倒せば大当たりという感じでしょうか。うるさい、ハエ扱い。いやー、しかしパネル変わらないですね。そうですね、変わらないですね、変わるっていう話だったんですけどね。あーと、ガンダムビームサーベルでやられて復活はない、残念。なるほどね。で、再び通常のブリッジステージですね。ガンダム6台じゃなくて3台ですね。そうですね、3台ですってことで、サダマ的にどうでしたって言われてますけど、あのオカルト店長、今日のガンダムの雰囲気としてはどんな感じだったんですか。雰囲気ですか。はい、いやー、まあまあじゃないですか。まあ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 だと思いますよ、ね、なるほど。、まあ、適当、信頼なんでね、お客様の。そうだよ、はい、座っていただくっていう意味においては、当然、はい、まあ、朝一で皆さんにやっぱり座っていただきましたよね、はい、当たり前ですけど。3台だったな、バジー絆が確か6台だったなということで、そうですか、バジー絆は3台、絆、バジが6台です、ね、お、バジ6台、6台です。あ、なるほど、で、ガンダムが3台ということでね、バジー絆が27日回転でしたっけ。そうですね、27の月曜日回転で、はいはい、なってますんでね、はい、まあ、それもかなり注目機種と言っていいんじゃないかなと思うんで、ぜひね、楽しみにしていただければなというふうに思います。さあチャンスよと、何が、両方ともざわついてる感じはありますけどね、どうですか、この追撃モード、これ何なんですかね、追撃モード、前兆、前兆ステージですね、はい、迎撃モードですかね。あ、迎撃ですか、はい、あ、そう、さあフラウボーがチャンスよと言ってますけども、あれですか、さっきからキャラの名前めっちゃしてますけど、はい、してるんですか、ガンダムを。ああ、まあまあある程度は、はい、たしなみとして。なんかドミノ、ドミノどうなんですか。何やってるんですかドミノ、大丈夫ですか。ライブさんが泣いてますけど、ライブさん10個目ぐらいで やらかした感じになってますけど、大丈夫ですか。頼むから邪魔しないでください。お願いですから。ノリノリ店長がちょっとお怒り、ノリノリ店長がちょっとお怒りですけど、ドミノね、はい、こんな感じでちょっとずつ進んでおりますんでね。これ今あれですか、ペカドロボさんがやってるのはオカルトクロスですか、伝説の都市伝説の階段、都市伝説オカルトクロス、オカルトクロスをね、今ペカドロボさんが作ってる最中ということで。はい、明けおめなんかおかしなことやってると聞いて飛んできました。ありがとうございますね。いつも通りね、水曜日安定の変な放送ということでね。いや、大仏さん切れてますね、大仏さん完全に切れてますね、イライラしてるやん。いや、これ普通に考えて、はい、ね、はい、ハンデだいぶ背負ってるでしょ、めっちゃ数少ないと思ってますけど、そうですね、はい、あのかぶりもかぶってますし、ただ手袋してますからね、そうですね、見えにくいわけですよね。手元も狂いやすいしね。そうですね、はい。もう規制発しないで、あ、もう打っていただいていいですよ、ガンダム、ガンダム組はどんどんね、はい、打っていただいて、いいですか、はい。
大丈夫ですよ。視聴者様はどちらを期待してるのか。いやーどうなんですかね、よくわかんないですけどね。大仏倒せって言われてますけどね。なんだろう本当に意味がわかんないよ。本当に大仏が危険って言われてます。大仏倒すなよ絶対にだぞって言われてますけどね。フリ押すなよ押すなよみたいになってますけどね。いや待ってください。あっとあっとデカドロボー自爆、デカドロボー自爆。いやこれ完成しますかこの感じで。デカドロボー自爆2時間でしたっけ配信。絶対無理ですねこれね。さあ迎撃モード、おーっと店長いきなりボーナス、あボーナス確定しきましたね。お何できました。出たよ出たよ、ドミノ見てて分かりませんのパターン。いやー今完全にすいません、俺もドミノ見ててボーナス何で引いたか完全に見落としましたけど、なんかちょ迷惑かなんか直撃しました。いや全然ね見てなかったですね、はい、全然見てなかった。誰も見てないという情報発信というのが一切できない。誰もボーナスを見てない。うちはオカルトメインでオカルトメインでね、はい、小さいジャムなの店長が説明してくれますので、はい、なるほど、なるほど、なぜかボーナスが当たるという、なぜかボーナスが当たるオカルトです、オカルトですね、完全にオカルトですね。よそ見してりゃペカルのノリですよね。完全に完全にそのノリですね。あのあれですね、はいはい、いやそれでも皆さんですね、今日はまあ対決ではないんですけど、はい、対決じゃないんですよ、はい、ただですね今日はハードゲーム宮川は出勤しているということで皆さんにお伝えはしておきます。恐ろしい情報が今入ってきましたね。いつ来るか分からないし何に来るかも分からないという。ハードゲーム宮川は一応いるのはいるといますよいうことですか。いますいます。いや怖いですねその情報は本当に怖いですね。化粧に2時間恐ろしいですけどもね、大丈夫ですかね。とんだ怪物を生み出しました。いや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 モンスターですよ。生み出したのこちらですから、ね、生み出したのノリテンっすよ。ノリテンですか。モンスターですね。いやいやいや、おかしくないおかしくない。教育って。いやでもね、はい、思ったんですよ。誰に誰に誰に何なんですか。誰に行くか分からないって言ってたんですけど、はい、彼の気持ちを考えるとですね、はい、絶対にやっぱり師匠なんでね、はい、全員からしてね、やっぱりね、いけない、多分ね、はい、本人はそんなんね、はい、できないかなと。ノリノリ店長にはさすがに気を使うと。さすがに言ったら僕もね、はい、いやすごいな思いますよ。あ、まあ、それ振ってるわけですよね。行けよ行けよっていう合図なわけですよね、それね。いやあいつ真面目やから、そんな振りすんな。いや違う。違います。いや誰に来るか分からないですよ、本当に誰に来るか分からないですから。さあ、青7ゲットですね、おめでとうございます。ありがとうございます、はい、確かに行ったらすごいですよね振ってますね、ペカ泥棒。いや、煽り入れてますけどね、本当になんだこれ、はい、いやばい、マジ後悔しこれはビッグですか、はい、1セット33ゲームプラス継続バトルの疑似ボーナスということでよろしいですかね。ニュータイプボーナス、うん、うん、はい、青と赤の違いもわからない。あ、皆さんもよく見ておいてください、はい、皆さんが打ってる気持ちで見ていただいたと思います。そうですね、青と赤の違いがよくわからないですね。さあ、ニュータイプボーナス流れがありますね。最初8ゲーム突入バトルということで、レア役で継続率アップのチャンスをするのが最初の8ゲームですね。でその後、ね、ニュータイプラッシュということで、まあ、これが通常のいわゆる AT、33ゲーム続くという形になっております。で最後に、継続バトル、8ゲームということで、こちらシャーと対戦して勝てば次のセットへ行くということで、またループしていくというような形になっております。お、チャンス目。こっちも迎撃モードの夜ですから。あ、ちょっと暑いですね。ね、はい、入りそうな匂いがプンプンしてますよ。そうですね。そうですよ。迎撃モードです。迎撃モード。いや、もういいってマジで、もう今忘れてたのに。あ、赤の方が継続率高いって言われてますね。あ、そうなんですね。あ、やっぱ優遇されてるわけですね、色でね。じゃあ赤引こう。赤、はい、赤ビッグぜひね、引いていただければなと思いますね。アムロ出撃。お、熱そう。さあ、先ほど敗れたトリプルドム、黒い3年生ですけども、
期待度は普通。そうですね、Z ストリームアタックをかわせるか、どうですか、どうですかね。さあ縦で受けて、さあもう一度継続、さあビームサベル抜きましたね、来ましたがどうだ、あーダメか、切られて復活はない、残念。熱そうやったんですけどね。そうですね、前兆ちょっと熱そうな感じでしたけど、残念ながら、まあ、これぐらいじゃ足らないということなんですかね。さあ店長が本当に何で入ったのか全くわからないような状況で、ね、気がついたらボーナス確定って出てたという、ね、そうですね状況で、いや僕はオカルト打ってますからね本当によくわかんない感じですけどね。オカルトでね増やしていきますんでね、はい、今オカルトで増やしてる、増やしていきますよ。ああなるほど、ドミノ組大丈夫ですか、どんな感じですか。お、ちょっとずつ進んでいっていますね、ライブさんが異常に気持ち悪い動きしてますけど大丈夫ですか。いや本当に、はい、死体にしか見えない感じになってますけどね、水死体みたいな動きしてますけど大丈夫ですか、はい、白い床との相性ねすごいことになってますけどね、大丈夫ですかね、はい、いや今日ですね、はい、久々に店長来れたということで、はい、彼のふんどし見てください、はい、なんかいつも違くないですか。いつも白なんですけど今日赤ですね。そうです、はい、松田さんそこなんで突っ込んでくれなかったんですか。そこ、いやすみません、そこになんか設定差があるとは思って、あ、俺に全く気づかなかったんですけど、それは違うわけなんですね、やっぱり。あ、そうですね、ただ洗ってるから違うの持ってきたとかいうレベルではないと。そうです、はい、今日のこの赤いふんどしはですね、はい、シュワク、ノリ店長からのお土産ということで、はい、お土産、お土産です、いただいたんですか、赤ふん。そうです、そうです、ノリノリ店長がプレゼント。そうです、そうです、これ、なんで開封20分とかそんなんですよそうなんです、どうでもいい開封して20分くらい、どうでもいいその情報誰得情報ですけどまあそうなんですか、ノリノリ店長がわざわざ久々にこうやって一緒に仕事をすると、はい、なるほどいうのを祝してですね、なるほど、赤ふんのプレゼントということでね、はい、いや、チョイスおかしい、チョイス、喜んでますね大仏喜んでますあれ、あの顔は喜んでんだ、あの顔は喜んでますねめちゃくちゃ喜んでますね、はい、なるほどね、まあね、師匠から新しいふんどしをプレゼントされて、今日はそうですよ、ドミノを頑張ってね、はい、作っていただくということで、はい、お願いしますよ、本当に大丈夫ですか地道な作業がね続いておりますけどね完全にコメント欄が沈黙してますけど、もう本当にポカーンってなってるんですよね、これね、よく分かってない感じですけどね。いやドミノね、いやなんせペカ泥棒の1月10日の誕生日祝いっていうのもありますんで、はい、まあメインはドミノなんですよねメインはドミノですね、ドミノ見せてって言われて、ちょっと見せますかドミノね、ドミノ今こんな感じになってますよね、はい、まだまだ全然ですね、本当にね、ちょっとなんか飽きてるやつ、飽きてるやついますね、なんかねいやまあ遊んでるやついますね、なんかねいや格好的にもなんか歯でしょってるんで遊んでるやついますね、なんかね完全に遊んでますねそういやペカ泥棒さんはマイク知ってるんでしたっけ。ペカ泥棒さんマイクもついてないですね、マイク持って喋ってください、マイク喋りたいときは、はい、いやマイクつけましょう、いやいやつけなくていいですよ、僕捨てといてあっちら、キャラ守ってるんだと思ったんですけど、一服しようとしてますからねタバコ吸えんのペカドーボさん、それで吸えるんですか、加えることはできる、いやこれで火事になったら大丈夫危ねえ危ねえ、いや怖い危ねえ、大丈夫、それ口に入ってないでしょ、まず口の位置じゃないですよ全然どこに、いや危ねえ危ねえ、どこに二人羽織状態になったら、やめるんだやめるんだ、無理無理みたいな、なんなんガンダムより大仏に目がいってしまうって言われてますけど、頑張ってくださいね本当にね、はい、なんか大仏が切れてますけど、ね、頑張ってるんだよってね、よくわかんない感じでね、相変わらずね、はい、お願いします、ちっちゃく入ってんすよねマイクに、これ声が、そうですね、はい、あ、大仏さん、大仏さん、はい、大仏さん、マイクでせっかくのにノリノリ店長と会話しましょう、会話、お前すぎないですよ、断る
断る。俺は会話したくないと。こいつはほんまにありえへんな、こいつは。ほんまにこいつ。俺は会話したくないこいつ。いや、こいつありえへん。ふんどし戻っといてこれですからね、これ。ふんどし捨てといて、もう。いろいろですね、ほんとにね。さあ、ちょっと、頑張って、じゃあドミノやってくださいね。はい。じゃあガンダム組はね、ガンダム組で頑張って出していただくということで、火事になるって言ってね、突っ込まれてますけどね、お腹がだらしないって言われてますよ。だいぶさんね、ちょろちょろこっち、松浦の方にね、こう見てくるんですけど、目が合うんですけど、ね、なんか、ね、すげえムカつくんですよ、なんか、ね、殴りたくなる目で見てくるんですけど。なんか言ってますね。何ですか？いや本当に、ね、一応ボケる場合はマイク使っていただいてもいいですよ。お願いしますね。いや大丈夫。いや大丈夫じゃないから言ってる。中途半端に音入るんで、ね、本当に困ります。集中できない。はい。さあ店長はボーナス終了後そのままあっさり、ループせずに終了ということで。あ、もう終了しましたね。はい。あっさり終了ということでね。そうですね。はい、気がついたら終了って。33ゲームで終了となってますけどもね。どうですか、ね、はい、ガンダム原作ファーストガンダムとかは世代的にはノリノリ店長ぐらいですか、世代的には。いやー、私世代なんすかね、少なくとも私は全く興味がないですし。ああ、そうですか。いやいや興味がない。いや、そこ嘘で待って興味ないんすよね。そこは嘘です。いやそこは嘘で待って言いましょう。どんだけ言われてもガンダムには興味がないんすよね。ああ、そうですか。なんかガンダムよりマクロス派だったとかっていうわけでもなく。いやー、その機械もんに興味がないんですよね。あ、そうですか。じゃあ何系に、なんかそういう子供の頃のアニメとか見てたりとかはした、してない。子供の頃、子供、あのあれですか、心を閉ざした子供だったんですか。いや、小学校中学校かな、はい、リビングの横の和室で、はい、リビングのノリ天は見てましたけどね。ああ、ノリノリ天国ね。はい、あれはいい番組でしたね、あれね。ですね。はい、幼心にね、はい、やらしかったですけどね。いや、僕もその時小学校の低学年ぐらいやったんですよね。はい、いや、ノリノリ天国。そうですね、もう分からないながらにね、はい、興奮はしてましたね、やっぱり。神戸サンテレビのね、してました、してました。土曜日の夜中のね、番組ですけどね。してました、してました。名作ですよ。いや、AV 女優が、感動小説朗読したりね。はい。CM、CM 全部ラブホテルの CM ばっかり。いや、もうちょっといい。はい。いろいろ言いすぎ、ほんと。ありましたけどね。いや、俺も大好きでしたけど。さあ、VS グフ。さあ、チェリー。これは弱チェなんですかね。稼働3連になってないんで、なんですかね、弱ですね。はい。さあ、グフの攻撃でバルカン、あー、直撃、あっさりと負けました、ね、最強モビルスーツガンダムが強チェから連続演出発展したんですが、あっさり敗退、はい、なるほど。松浦さん、はい、ここでですね、はい、一旦、大仏と、はい、僕と交代しまして、はい、店長がどうみ、ノリノリ店長と、はい、元弟子の会話を、はい、ちょっと注目していただきたいなと思いますので。なるほど。マジそんなん用意すんの。そこ拒否る感じですか。本人、店長、そこは本人嫌がってますけど、ね、あんまり喋りたくないから。あいつ絡みにくいよ。本人嫌がってますけどね。じゃあ、大仏さん、大仏さん聞こえてますか。はい、大仏さん、ちょっとじゃあ打ち手になってくださいっていうことなんで、まずね、そうね、はい、赤ふんどしのまずお礼も言わないとダメですし、はい、店長の今のが強ベルなんですかね、光るベルっていうなんか予告出てたやつですね。出てましたね。はい、いや、最初見てください、同じぐらいのメダルでスタートしてたのに、はい、もうこれだけの差があるということですよ。あ、それはあれですか、師匠をディスってるわけですね。マジ。俺はこんだけ出してますよ。いや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 、いや松浦さん、なんでそういうね、あんたに煽ることを言うんですか。あんたにあげますよみたいなね、ことを言ってるわけですよね、今ね。いやいやいや、真面目に打ってるからでしょ、こっちいうことですよね、本当に。いや、本当に怖いです、本当に怖いです。さあ、索敵モード入ってすぐグフですね。
避けもしないのかっつって。素晴らしい青い巨星グフランバラル。やっぱこの辺はファンにはたまらない。そうですね、まあ、好きな方にはたまらないんじゃないですかね。はい、はい、私全然興味ないですから。いや最後いいでしょ、最後いいでしょ。繰り返しますけど。さあまたこれチェリーですか。弱チェ、弱チェリーは結構弾けるんですけどね。そうですね、結構落ちてくる感じですけどね。さあ縦で受けて継続、継続。おガンダムの攻撃、頑張れ。ビームライフルかわされて最後、はい、どうなる。おもう一回ガンダムの攻撃ですね。向こう目線、向こう目線ですよね。あーランバラルが、あらあ見事ガンダムを復活はない、しまったで終わりなんだ。その終わり方なんだ。シュールですね。あ残念ですね。のあのオカルト店長はガンダム原作の方はどうなんですか。いやガンダムね全然僕分からないですよ、はい、全然分からない。ガンダム知ってることはね、はい、あれですよね、ガンダムって、はい、いっぱい種類ありますよね。なんかいっぱいありますね。それだけしか知らないです。そんなの誰でも知ってますよ、いっぱいあることぐらい。単影ガンダムとかね、なんかいろいろありますよね。あ単影ガンダムとかね、はい、いろいろ、ガンダムウィングとかね、ガンダムなんとかとか、ガンダムシードとかね、いっぱいありますけどね。てか、松浦さんって何歳なんですか。あ俺の年ですか、はい、俺35です。あ、35です、はい、あ、そうですか、はい、あーハードジェム宮川聞いてますね。なんで、あなんで35に食いつく。いや年上好きなんですよ。35に食いつくんですか。年上です。意味が分かんない。年聞かれて答えたらドボンだったってやつですか。意味が分かんない。松浦さんに行くっていう新しいパターン。おかしいですよ。新しいね。やだ、やめてくださいね本当に。やだ、ここからですね、はい、おマナ弟子の大仏、はい、全員マナ弟子なんですけど、はい、大仏と の, あの絡みを、はい、マジで。ふんどしたら後ろ横やばい、横やばい、はい、ちゃんとあの小冊子見てから参戦するあたりが根、はい、の真面目さを感じますよね。そうですね。ふんどし大仏さん、はいはい、マイクがだいぶ遠いんですけど大丈夫ですか。撮りますか。撮ってもらってもいいですか。撮りますか、はい、ただのふんどしになってもらっていいですか。あ、こういうのありなんですね。はい、この、あの、あっさり、あの、プロレスラーのマスクとは全然違う感じでね、もうすぐ取っちゃう感じでやってますよね。プライドとかないんだ。あ、全然ない、はい、全然ない感じで。喋りにくいですからね。喋りにくい。そうだよね。喋りにくいというか。はい、じゃあここからね、指定の開墾タイムということでね。はい。はい。もともとあれですか、ノリノリ店長が鶴見店に、店長として、そうなんですよね、行った時に、大仏さんとかペカ泥棒さんとか今のオカルト店長とかが部下だったと。そういうわけです。いうことですよね。この鶴見店グランドオープンしたのが、はい、昨年一昨年か、はい、一昨年なんね、はい、2012年、はい、12月にグランドオープンしたんですけど、はい、その時のメンバーがここにいるバカですね、はい、なるほどバカまあ確かにね、はい、確かに確かに。いや、愛ですよ、愛、はい、どうですか、あの大仏さん的にはあのノリノリ店長はどんな店長だったんですか、上司だったんですか。いやもうあれですね、はい、しっかりあのグランドオープンから今のこの地盤ができるまでの道筋をちゃんと見てきたんでね、本当にすごいなと思います、ね、おなるほど。これだけもう異質なやつらを集めれたっていうのがすごいなと思います。異質なやつ、はい、自分で自分のこと言ってるわけですね、異質なってこれをまとめる苦労伝わりますか。いや本当大変ですねこれをまとめていくの相当大変ですねよくわかりますね、本当にね。ドミノどうなってんのって言われてますけど、ドミノね、上の方にちっちゃく出てますよね、そちらで確認していただければなと思います。はい、あのいやでも意外とできてますね、ドミノね。おお、はい、頑張っていただいてますんでね。だいぶ寒くないって言われてますけ ど寒くないですか。あ、大丈夫ですよ、全然大丈夫、はい、映像がね、寒々しい映像になってますけどね、肩が出ててね。木コーナーさんって関東にありますかって言われてるんですけど、関東、ありますよね、店長ね。ありますよ、はい、東京でいうと、はい、蒲田、はい、ご存知なんですかね、関東お住まいの方は。はい、関東お住まいの方は分かると思いますね、蒲木湖ね、有名ですよね。はい、はい、こちらにでっかい店が、はい、ございますので、はい、ぜひ足を運んでいただけたらなと。そうですね、あと神奈川にも。そうですね、はい、3店舗でしたっけ、3にありましたね、あるんですよね、戸塚、平塚とありますね、
ありますのでぜひ、関東の方はそちらの方の店舗にもね遊びに行っていただければなというふうに思います。で関西に遊びに来た際には、はい、こちらですね、はい、大阪市は、はい、鶴見区、はい、さらにはお隣東大阪市、はい、ここに鶴見店と東大阪店、はい、2つお店ありますんで、そうですね、ぜひ、はい、ぜひぜひぜひお立ち寄りください、はい、鶴見店とたこ焼き買いついでに、はい、たこ焼き買いついでにね、はい、東大阪と鶴見店遊びに来ていただければなというふうに思います。東大阪店は今日は配信ではないんですけど、ガンダムは寝台で入ってるんですかね。これがねまだなんですよ、はい、あまだなんですか、はい、へで、まあ、予定についてちょっと、今のいろんな問題があってお話ができないんですが、まあもうしばらくお待ちくださいと。なるほど、ご案内も今はできないのでお待ちくださいというところですね。感じですかね、はい、なるほど。まあね、ホームページとかチラシとかね見ていただいたら分かるようになってますね。ぜひ その辺を見ていただいて、はい、しっかりご案内できますので、はい、ぜひね、いろんな機会ありますんでね、ぜひ遊びに来ていただければなというふうに思います。鶴見もう1年かって言われてますけど、1年じゃ、そうですよね、ちょうど1年でしたっけ。12月で1年12月で、はい、はい、12月18日で1年を迎えました。なるほど、1年と1ヶ月ぐらいですかね。どうですかね、あれからか、ね、そうですね。10日誕生日の人はって言われてますけど、10日誕生日の人今そこでね必死にドミノ作ってますよね、はい、黒い服の人ね、はい、まあ、ちっちゃくしか映ってないんで分かりにくいと思います、ね、いやもう、ドロップアウト、もう手袋外して、いや本気モードですね、なんかやってもう全部外してますから、はい、本気モードになってますけど、いやいやもう来てね今さら森口なら行きましたって言われてね、あこれ東京の関西の関東の方なんですかね、森口で行ったってことなんですかね、分かんないですけど、はい、なんか嬉しいですね、いや遠方の方が、はい、関西のキコーナに足を運んでいただけるとは。そうですね、まあ、森口店ね明日夕方、夕方じゃ木曜日、深夜24時から配信ありますんでね、ぜひそちらの方も合わせて遊びに番組にね遊びに来ていただければなというふうに思います、うん、はい、うちの会社も全国区になった気がしてやっぱり嬉しいですよね。あ今で56でしたっけ店舗数ね、56 57かな、小川がオープンして何々になったんだったか6だったか、すいません俺もちょっと曖昧なんですけど、まあでもそれぐらいねかなり店舗数あるということで、はい、はい、ぜひねお近くのキコーナーに遊びに来ていただければなというふうに思います。そう、はい、兵庫県の西の方、はい、加古川店、はい、先日12月、はい、グランドオープンしましたんで、そうですね、そっちにも足運んでいただけたらなと、はい、そうですね、1000台オーバーのねかなり大きなお店ということで、1009台、はい、1009台ですかね、1009ということで、はいはい、伺っておりますけどもね、ちっちゃい方がメインのスロー配信って言われてますけどねちっちゃい方もね確かにね気になるんですけどね、いやちょっとずつですけどドミノできてきてますね。いや 今、はい、今めっちゃ怒ってました、今僕が全然違うことしてたから、はい、あペカ泥棒さんが激怒して壊されました、あそうなんですか壊されたペカ泥棒さんが怒って壊したということですか。プランがあるんですよね、いやペカ泥棒さん怖いですね、完璧主義者ですからね、おかり、いや彼はね、はい、もうすごいね、本当に変わった人間なんですよね、本当に。いやまあそれは見たら配信見てたら分かると思うんですけど、それは見たら分かりますね、分かります、ものすごく変わってる感は伝わってると思いますね、見てる方にも。逆に言うと変わってる感しか伝わってないと思いますけど、はい、普通の一面とか一切伝わってないと思いますけどね。いややっぱ僕がね彼の中でね一番印象に残ってたのがですね、はい、階段上がってくるときって、はい、普通まあ歩いて上がるじゃないですか、はい、彼誰も見てないのに4足歩行が続いたりするんですよいや誰も見てないのにですよ、なんでですか。いやそれ聞いたら、はい、なんかこっちの方が楽かなと思ってました。いや その発想とかねやっぱすごいですよね。いや意味がいや意味わかんないでしょ、意味がちょっとわかんない、すごいかすごいでしょうねって言われても、すごいそのすごい意味がよくわかんないですけどよくわかんないですけど、そうなんだ。天才と違いは紙一重ってやつですね。え天才と何、紙、天才と違いです。やめてください、放送禁止とか言うのやめてもらっていいですか、すいませんお願いしますね、本当にね、すいませんすいません、はい、窓マギ100台導入お願いしますよ100台導入とか無理でしょ、いくらなんでも。いや100台、はい、そうやドミノ倒しですね
ったですね。ドミノ倒し100台導入はしないけど100個のドミノは倒すぞと。いや100個そうですね、いうことですか。意味が分かんない返答どうもありがとうございます。いやすいませんね、本当にお客さんには代わりに私の方から、ね、謝っておきますんでね。適当すぎる。申し訳ないです、ね、ありがとうございます、ね、誰ですかこんな人間を育てたのは。本当にいや教育って間違うとこんなことやるなんて、ね、いや本当にそうですけど本当ね気をつけてくださいね本当に。あ、加古川済みですよってらしいですよ。あ、じゃあぜひね、加古川遊びに行っていただければなと思いますのでね。嬉しいな、そうですね、いろんな場所からご覧いただいてるっていうことですね。そうですね、はい、まあ、日本全国というかね、まあ、市というのは世界中から見ることができるね、インターネット放送になってますね。マジでアメリカ人とかも見てるんですか、キコーナチャンネル。あの、キコーナチャンネルではね、今外人さん来ていただいたことないんですけどね、まあ、うちがやってる他の番組でね、コメント欄に外人さん来たことはあるんですよ、ね。へー、まあ、それでなんかこう英語でなんかこう文句言って帰っちゃったみたいなことはねあるんで、キコーナチャンネルもね、ぜひ外人さん来ていただければ。はい、あ、潰れました、大丈夫ですか。大丈夫、ちょっと潰れた、若干潰れましたか。大丈夫です、全然大丈夫です、こんなこれ本当2時間じゃ絶対無理でしょ。2時間というか、まあ、あと1時間ぐらいですけど。松也さん、これずっとちっちゃいカメラで向こう押さえてるんですか。はい、はい、そうです。そろそろじゃあ視聴者さんに進捗を発表しましょうか。進捗ドミノですか。そうです、そうそう。いや、もう別にドミノなんて、おまけだからいいでしょ。いやいやいや、こっちメインっていう、こっちメインって言ったじゃないですか。こっちメイン、ドミノがメインなんですか。ドミノですよ。いや、そのわざわざ東大阪から師匠を呼びつけておいてドミノがメインっていうね、この無礼な配信どう思いますか。ノリノリ店長、本当に本当にね、はい、自由すぎると思いません、本当に。今回のまあまあこの2店舗、はい、合同でね、はい、こうやって放送させていただく運びになったんですが、はい、まあこのオカルト店長と2人相談して何しようかっていう話をした時に、はい、これを熱弁してくるわけですよ。ドミノ倒しをやりたいということをね。僕はドミノをやろうと思ってるんですよ、はい、いるみたいな、それいるみたいなね感じになりますよね。はい、はい、それはそうですよね。いやドミノやりたかったんですよ。まあ、ドミノやるのは、まあ、鶴見自由すぎる配信でね、別にいいと思うんですけど、別に東大阪と合同でやる必要はそんなにないかなっていうぐらいでも、はい、気はしますけどね。でも早くやりたいじゃないですか。はい、もうやりたくなったらもうすぐにドミノをやりたいと。はい、飽きちゃうんで。ああ、なるほどね。ということらしいですよ。もうちょっと飽きちゃってるから。ちょっと飽きてるね、すでにね、はい。僕でも結構楽しかったんですけどね。え？ガンダム、ちょっとガンダム行くときに名残惜しかったんですけど、ね、置いてきたドミノやりたかった。はい、ああ、そうですか。結構面白い。愛着湧いてんね。いやー、相変わらずね、自由すぎる配信ということでね。はい。さあ、パチスロの方はなかなか厳しい展開ですけれども、なかなか引きが炸裂しませんよ、はい、そうですね、ノリ天の自慢の引きも今日はなりを潜めているというような感じですけれども、はい、あ、ちょっと今ドミノで事件が発生しましたね。ちょっと今 40% ぐらいが炸裂しましたね。いや40% ぐらい炸裂しましたね今、はい、やばいですね。あー、ペカ泥棒、完全に死んでますね、ペカ泥棒。大丈夫ですか、立ち直れますか。まあ、非常に危険な状態ですね。そうですね、はい、はい、あの失敗ガチのやつ、ね、やばいですね。ネタじゃないやつですね、これね、やばいやつですね。のび太は手伝いに来ないのって言われてますけど、のび太は今日 いるんですか。あ、のび太くんはですね、はい、すいません、今日ね、はいはい、もうあります。タイムカード押して帰った感じですか。そうですね、彼はちょっとローム上の問題もあり、ローム上の問題、はい、急に生めかしい話、はい、そこは真面目、急に生めかしい話だけど、ローム上の問題でね、今日は出れない、そうですね、はい、感じになっておりますんでね、はい、あーあーって言われてますけどね、はい、ソビタは腰と足痛めてるよってね、前回のね、あの年末最後の放送で前転しますって前宙しますか、この硬い、はい、硬い床のところでね、ゴンドゥーッとかって言ってましたけど、ね、頭からぶっ刺さったやつですね、はい、刺さってましたね、なんかね、うーッとかって言ってましたけどね、はい、いや僕本当にできるかと思ってびっくりしたんですよ、ね、はい、したら結局ね、あんな感じでね、はい、怪我してなければよかったんですよ、いや僕もいや本当に大丈夫なんかなと思ってたんですけど、ああそうなんですか、まあ何事もなくてよかったですね、はい、何事もなかった、大丈夫ですか。あ、大丈夫大丈夫、あ、なるほど、服が
はい、きつかったんで、はい、まあ、なんせかゆいということだけで。何の話ですか。知らないよ。さっきのび太と話してて、店長に絶対出たくないと言ったらしいなって。さっきあれですね、常連さんがお店に来て、のび太とのび太捕まえてお話してたみたいですけどね。いやでも、あ、そうなんですか。はい、店長に出たくないって言ったらしいですよ。そうなんですか、店長。いや彼のび太からと乗り気でしたよ。あ、そうなんですか。多分ね、はい、ああいうタイプさ、あの、気持ちいい、やりたくないやりたくないって言いながらもこうやるタイプ、はい、なるほど、やりたいタイプ、まあまあ、そういう人いますけどね。そうです、はい、それがのび太くん。なるほど。さあ、てんノリノリ店長、今灼熱のチェリーと出てね、キョウチェリー引いたんですが、ここからどうでしょうか。同じ連続のものは手を挙げてくれ、手を挙げてくれ演出が3回連続ですけど、ダチョウ倶楽部みたいなやつ。これ俺が俺がみたいな。全員手を挙げましたからね、はい、ドラマ出撃、ね、3回目で出撃。期待度1、ミディアを救出しろと。アーリーは取られてますね。アーリーさんは今日はお留守番ですか。アーリーさんは、はい、あ、タイムカード切って帰りました。もうローム上の問題でね、はい、きっちりしてますか。ローム上の問題で、その辺ちゃんと真面目にやってるんで、はい、なるほど。すみません、本日はね、すでに帰宅されたということでね。はい、あ、白いやつだと言われてまして、連邦の白いやつは本日ね、打たせていただいております、はい、あ、でも足首が痛いと言ってたなということで、伸びた足首が痛いって言ってたらしいですよ。お客さんと会話してたみたいです。足首痛いですか。怪我してる。うわ、痛いですよ。こんな硬い床の上に直撃で落ちるんだよから、ね、いやでも普通に考えて、そう考えた時になぜ足首を痛めるのって感じじゃない。いや足首もあれじゃないですか、こう前中しますって言って着地に失敗して、あ、伸びたくんやから、ね、グキってなったんじゃないですか。わかんないですけど、伸びたキャラをやったら続けてるのね。そうですね、はい、顔に油性ペンで眼鏡描かれてましたからね。かわいそうな、はい、いやいや、彼やり、あの、嬉しがってましたよ、でも、はい、そのさ、あと、あ、そうなんですか。美味しかった、美味しかったって言ってましたよ。直々に服も買いに行きましたからね、ちゃんと、ライフまで。ノリノリはノリノリなわけですね。はい、ノリノリですよ。なるほどね。ただ、普通着れないですよ、あの110センチの服を。いやー、本当そうですよね、はい、ピッチピチでしたけどね。ねじ込んでましたからね。なんとか着こなしてね、はい、ましたからね。もう、僕の想像以上の着こなしでしたね。はい、そうですね。はい、のび太くんはノリノリ店長があれですか、東大阪に移動してから入ってきた新人さんなわけですか。いや違います、違います。あ、ノリノリ店長の時からいましたよ。あ、そうなんですか。かわいい、かわいい後輩ですよ。あ、なるほどなるほど。本当にもう、じゃあもうみんな知ってるメンバーというか、はい、なわけですね。まあ、なぜ彼がのび太キャラをやってるのかっていうのは、はい、東大阪の配信を見てくださった方なら、はい、あ、なるほど、そういうことですね。わかるかなと、はい、謎の猫型ロボットがね、発生したりした時もありましたからね。そう、その時におめえなんかやれって言って、あ、なるほどなるほど、ああなったわけですよね。そういうことですね、はい、なるほどね。関西人じゃないのに面白いねってなんか嫌味みたいなこと言われてると思いますけどね、なんかね。ありがとうございます。ふくらはぎあたりかなって、足が痛い、ふくらはぎが痛いって言ってましたね。ふくらはぎ、はい、それもなんかおかしいですよね、はい、なぜふくらはぎってか、そこめっちゃ言うやん。関係ないですね、ふくらはぎって。単純に足が疲れてるとかそういう話だと思う。立ち仕事で足が疲れてるみたいな感じですかね。あ、反復横跳びしてましたね、それね。あ、反復僕もしてましたね、そう言われればね。あ、それ言われば納得ですね、はい、そうですね。カマキコについて一言くださいって言われてますけど、ノリノリ店長、鎌田のキコナーは実際にお店に行かれたとかはないんですかね。大変申し訳ございません、ね、日々東大阪でお仕事忙しいんで、東京に行かれたりとかはないけど、ね、なかなか行ける機会も見つからず、はい、一言と言われましても、はい、でかい、でかいよね。でかいですね。でかいです。はい、かなり大きなお店で、まあ、よそ様のお店はあれなんですけど、結構ね、ライバル店が多いというか、結構激戦区というか、他のですよ、ね、はい、パチンコ屋さんも多い地域に、こう、キコーナさんとしてドーンとね、はい、お店出して、こう、チャレンジみたいな感じでね、やってらっしゃるということで、まあ、気合いも入ってるのかなというようなね、イメージですけども。そうです、そうです。はい、まあ、このアンダーツリー、はい、キコーナーのグループは、一応この関西を中心に、はい、店舗を展開させていただいてるんですが、はい、まあ、その中でも、はい、関東も目指して頑張ろうぜっていう、メインとも言えるお店、それが蒲田店ですので。なるほど、なるほど、そうですね。まあ、関西からこう関東にね、こう、キコーナー
っていうお店をねこう知っていただくっていう意味でねかなり、はい、大きくて力の入ったお店ということで、そうですね、言えるんですかね。蒲田多すぎって言われてますね。確かにね、そうなんですよ。いろんなね、まあ競合店かなり多い地域という形でね、うん、店長さんとか大変なんじゃないかなというふうにね勝手にこう心配してしまうんですけども、ですよね、はい。のび太くん結構天然だよねって言われてますけどねのび太天然なんですか。まあ天然でしたね、結構ね、天然ですね、はい。ドミノメインの放送って言われてますけど、はい、本日はオカルト店長的にはドミノメインにしてほしいというね、せっかく東大阪から師匠を呼んでいるのにドミノをメインにしろというね、容赦ない、いやいやいや容赦ない、ことを言っております、ね、いやいや、だからこそですよ、はい、だからこそ東大阪店から来てもらったからこそ、やっぱりね、はい、このドミノをね、はい、あの最後の完成したところね、はい、はい、まあ、彼の誕生日なんでね、1月10日いや彼ってあのペカ泥棒さんでしょ。あ、ペカ泥棒、ペカ泥棒、はい、ペカ泥棒さん、いや、東大阪のノリノリ店長という話が全く関係ないじゃないですか。一緒に祝いたい意味が分かんないですけど、後でちょっとあれ反省会ですね、ノリノリ店長これね。いや本当にね、ちょっとね、いやこれ反省会、振りに使われるっていうそれちょっとね屈辱ですよね、ちょっとね、いや単なる打ち手かよ俺はみたいなね、はい、久々の仕事を一緒に、はい、ね、いやこれね、本当にそうですよね、それはお怒りですよね。いやこれ後でね、はい、久々に怖いの食らいますね、これね、怖いの食らいますよ、これ、はい、怖いの食らう、怖いの食らいますよ、これ、ね、久々にってことは昔はなんか結構あれですか、雷落ちたことも、いやもうやっぱりね、はい、いっぱい怒られましたし、ああそうですか、ね、いっぱい褒められました、褒められて、うん、いっぱい褒められました、あ、褒められたこともあるし、はい、怒られたこともあると、はい、怒られたことも、いっぱい怒られました、なんかこうあれですか、仕事でミスしたりとかして、そうですね、はい、あ、まあ、どういうことだって、気合が足りてないんだみたいな、中途半端にボケ、はい、た時とか、ああ、え、それで怒られるんですか？それだったらちょっと許さないです、ね、いや、ちょっと待ってください。それ中途半端にボケるって、毎週水曜日見ていただいたらすぐ分かると思うんですけど、逆にあれですよ、ボケ切ったことなんてほぼほとんどないですよ。大体中途半端な感じで、大体中途半端な感じでコメント欄ボカーンみたいなのがお約束のパターンみたいになってますけど。いや恥ずかしがってボケるみたいなね。ああ、恥ずかしいならもうやめろと。ああ、なるほどね。まあちょっとこう自分を捨てきれてない的な部分があるわけですね。いやね、でも鶴見店はね、はい、もうね、こういうスタイルでいきますから、なるほどね、そうですね、これはもう後には引けないです、ね、もう後には引けない、ね、なるほどね、はい、まあ、鶴見店のコンセプトもね、予想と違うことだけにどんだけこう力を注ぐことができるかっていうね配信になってますよね。そうですね、はい、完全にそれだ、そこだけですね。ドミノもいいけどガンダム寝台でしょ、見たい人おるんじゃないのって言われてるんですけど、そういうね、営業上のこととか一切考えてないんですよね、この人たちね、はい、まあでも、まあ、ドミノ見たい人も半々くらいじゃないですかドミノ見たい人も半々はいるというね、はいはい、こういう感覚なんですよ、この人たち冗談でやってるんじゃなくてマジでこういう風に思ってるんでね、今日はご容赦いただきたいなと思います。めっちゃできてますやん、これちょっとだんだんできてきましたね、すごいで、はい、すごいですね、これはすごい、ビスティの代だからドミノメインでいいやってことかって言われてますけど、そんなわけじゃないですけど、必死ですよ僕、はい、これね、あ、だいぶできてきましたね、はい、反省会にハードゲーは参加するのって言われてますけど、ハードゲーム、じゃあハードゲーさん、宮川さんも入れてね、みんなで反省会ですね、これね、ハードゲーはね、はい、やどうせ反省会開くんでしたらね、はい、まあまあいつも通りやっていただいて、そうですね、はい、いつも通りやっていただいて、まあ、どうせ反省するんだったらもういつもみたいに、はい、ね、はい、誰かにぶっ込んでね、いやー、はい、恐ろしい反省ですね、まあ、あれが戒めみたいなものですからね、いやあれがね、あれで一番反省するみたいなね、そうですね、感じですよね、はい、一番あかんかったやつが罰を受けるみたいな、なるほどなるほど、そうですね、はい、一番の先輩があれで反省しろと、宮川さんを使って反省しろということですね、そうですそうです、なるほどね恐ろしいですね、まあ、それも僕らが勝手に決めてるだけで、はい、まあ、あのターゲットは本当に分かんないです、ね、なるほど、はい、いやできれば、配信業務に運営を来たすんでね、俺以外でお願いしたいところですけどね、はいはい、いやでもあの前回のび太が襲われましたけど、はい、あのあと僕聞いてみたんですよ、理由、はい、何でのび太だったんですかって、はい、近かったからです。おーっと、ということはもう今日はもう誰も逃げられないですよ、今日の立ち位置的には俺結構やばいところなんですやばいやばいやばい、はい、やばいですね、いやもう目に映ったもん襲いかかりますからね、後ろを気にしながら配信しないといけないですね、今日はね、いやもうそんなんもう無理です、僕やりましたもん、いや後ろ気にしながらやりましたけど、はい、もう油断する隙狙ってきますからね、あのすごいあの気配を消して近寄ってくるわけですよね、はい、はい、
恐ろしい男をハードゲーム宮川ということでね、でも誰も逆らわない、はい、暗殺術を得得した男みたいな歩き方しますからね。そうですね、はい、はい、さあドミノ見たいってね言われてる方いらっしゃいますけど、ね、ほら、はい、営業は投げ捨てるものって言われてますけどねまあマジさあドミノちょっとずつできてきてますけど、でもこれ最初のペカドロボさんが言ってた 110K と全然違う形ができてるんですけど、まあ、その辺は後でゆっくり聞きますか。じゃあよくわかんないですけどね、なんか見失ってないですか。ああ、まあなんか適当に作ってるんですよね多分ね。いやなんか皆さん綺麗なドミノ見たいんだったら、はい、そういうやつを見ればいいと思います。はい、え、そこ、そこ、はい、どういうこと。ここは僕たちは綺麗ではない、泥臭いけど頑張ったドミノを作るってことですか。そうなんですよ、祝いたいんですよね、はいはい、僕らのそのペカ泥棒さんを祝う気持ちを見てほしい。身内で勝手にやってくれよって気分もしなくもないですけどね。ここはホワイト赤字でしたけどもどうですか。あ、すいません全然見てないんで分かんないです。ガンダム索敵モードに入りましたね。これもう来るんちゃいます。これあ、これさっき言ってたやつですね。そうですね、索敵モードですね。僕ドミノやってたんで分かんないですけど、はい、レバーで、ガンダムを操作してザックがいると思われる方向を選んで、ボタンで、決定となってます。もうこれ始まりですか。はい、ちょっとこれゲームみたいでね面白いですけどね。さあどっちだと思いますか。はい、いや左でしょ、左での法則でしょ、はい、で止めてください。あ、なるほどね、はい、あ、なるほど。あんまり、あ、いましたね、はい、1匹、はい、1匹、おー、1匹発見。面白いこれ。嘘、今の面白い。これ面白いですねマジかよ。まあ、これが本当にねガチ抽選とかだったらちょっと面白いですけどね。どうなんですかね。左行ったんですよ、左行ったから、はい、左ですね。もう一回左、まあ、はい、左手の法則です。ほら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 、さっきね、ま、ノリノリ店長ニシキとかね、行った時もありましたんで。いましたね、はい、そういうパターンとかもあるんじゃないか。おっと、グループ対決ですね。ここでザックをたくさん見つけてポイント稼いでから行くと熱いみたいな感じだと思うんですけどね。あ、なるほどですね、はい、つまりそれダメね。そうですね、ちょっとやばいピンチと言っていいんじゃないですか、ね、いやでもこれで当てたらすごいんじゃないですか。はい、当たればすごいですけどね。これで当たったらすごいですよ。はい、まあ、当たないと思いますけどね。ちょっと厳しそうですけどね、うん、これで当てたらもうすごいもんですよ。はい、これで当てたらね、スタジオの皆さん、はい、ペカドロボさん、ちょっとよろしいですか。はい、いいですよ。今何分経ったんでしょうか。今ちょうど1時間ほど経過したところですけども。1時間ですか。はい、あのですね、作りながらちょっと作戦を変更しようかなと思いまして、はい、一応手を止めていただいても大丈夫ですか。もう手止めさせるんですか。あの結構簡単なんですよね。はい、何がですか。あの鶴見ぐらいになれば、はい、あのこの最初説明させていただいた鶴見ぐらいになれば110キコーナーというね、はい、これを作ろうとしてたんですけれども、はい、案外すぐに終わってしまうかなと思いまして、はい、まあ、1時間ぐらいで1回、こんな感じで倒れるんだよっていうのを見ていただこうかな。やっちゃうんですか1時間でいきなり、はい、これ、最初の設計図とはちょっと違いますけれども、はい、全然違いますね。オカルト店長、これ題名何でしたっけ。題名ですか。1月10日ペカ泥棒誕生日記念ということで。ありがとうございます。いや、全然1月10日っていうあの形関係ないような気がしますけど。いや、気持ちにも程があるよ。ぜひ。はい。ああ、いいですか。おお、おお、東大阪から来た。ノリデン店店長。わざわざ東大阪から来たノリノリ店長が。いや、こういうことですよ。予行練習として。ドミノ。これがまあ全部倒れるんだよというのを一応見ていただければ。スタートするわけですか。はい。はい。で、視聴者様は盛り上がってるんですか。果たしてうわ、今スクープテレビの話題で盛り上がってるみたいですけどね。あ、はい、すみません、はい、ありがとうございます。盛り上がったりかなったり、はい、大丈夫です。 YouTube 民からしたらもう大盛り上がりです。なるほどじゃあちょっとこれシダということで、はい、そうですね、シダ対決。すいません、シダ対決意味がわからないですけど。さあ、じゃあここで一発仕事でいただくということでお願いします。皆さんもやりたいと思いますけど、はい、よろしくお願いします。いきまーす。はーい。おお、どうどうどう、おお、これおお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 、あ、おお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 お
生だから。めでたい、ね。めでたい。生。また約1時間後にこのような。これいる本当に。発表会をさせていただきますので。なるほど。店長これ、店長これがやりたかった映像としては自分の中の頭の中に思い描いてた映像と今のは一致してる感じでいいんですか？いやーそうですね。もっとね。はい。あと2ケース欲しかったですね、やっぱり。ああ、数が足りてない。ああ、ね、そうですね。ちょっと買ってきたやつ反省会ですね、じゃあね。なのでね。なんかいっぱいあるこの備品をですね。はい。まあ、これ使うことがやっぱ楽しいですね。ああ、なるほどね。はい、なんかいろいろパーツありますね。じゃあそれ使って。はい。はい、ドンキ行ってこいお前。はい。童心に帰って、作っていただければなと思いますけどね。はい。はい、現場のペカ泥棒でした。はい。ノリノリ店長、一応どうですか？感想とかいいですか別にね。いや、マジつまんないですよね。はい、じゃあお願いします。スロットお願いします。はい、まあ、そうなりますよね、でもね、そうね。なんかすみません、本当に。付き合わせて。CM でー何これって言われますけどね。そりゃそうなりますよね。そうですよ。そうなりますよね、本当にね。突っ込んだ方が滑るみたいなぐらいの。ね、完全に巻き込まれてますよね、事故にね。はい。じゃあね、もう気を取り直して、スロットの方はね、寝台ガンダム、どんどん回していきますか。はい。はい、お願いいたします。はい、ということでね。ノリノリ店長も。入ってますね。作敵モード。しょっぽい、しょっぽいな。あ、何これ。待てやーとかって作り直しお願いしますって言われてますけどね。パチパチパチって。じゃあ今日の売り上げの札束でドミノしようぜって言われてますけどね。そんなに儲かってんのか。ドミノできるほど儲かってんのか。さあ、さっさとグフが入って。お、なんか、チャンス目ですか？いやこの青七の1個下がスイカなんですよね。はい、滑った。で、緑色。はい、スイカナビ。スイカ蹴って、青七が止まったんで。はい、なんですかね、これ、スイカスイカバーとか、そんな扱いは強スイカなのか、なんなのか。なるほど。すいません、この辺はちょっとわかりません。ナビ否定ですかね。否定なんですかね。でも5枚の払い出しはありましたんで。ああ、なるほど。じゃあ、スイカはスイカっぽい。スイカフラグはスイカフラグ。別のバージョンのスイカフラグがあるってことですかね。さあ、しかし残念ながら、おっ、復活。セイラさん気持ちいい今の音。さあ、かっちょいい。見事ランバラル撃破、ボーナスゲット。恥ずかしながら513ゲーム。あ、結構きましたね。こっからの私の引きにご期待ください。はい、じゃあこれを継続ねさせていただければ思いますんで、頑張っていただければなと思います。赤がいいんでしたっけ、青がいいんでしたっけ。赤が継続率が高いという話でしたけどね。赤希望。はい。あ、強水化らしいですね、やっぱり今の。はい。それでヒットしたのか、もともとヒットしてるやつだったのか。そうですね、強水化で直撃って感じよりかはなんかもともとなんかゾーンに入ったような感じですけどね。うん、結構熱いところから来てましたけどね。はい、策敵は一人だけでしたけどね。そうですね、あっさりザック見つける間もなくザック、あのグフが出てきた感じでしたけど、こういう状況でも当たることあるんですね。逆に熱いみたいな。ああ、一匹も見つける前にみたいな感じですかね。さあ、ようやくね、ノリノリ店長もボーナスゲットということで、あ、 ART ですね、ゲットということで、はい。さあ、どっちでしょうか、青か赤か。あ、青がいきなり転敗する雰囲気ですけども、一角で弱い方に決めるのはちょっとナンセンスかな。悲しいですかね、ちょっとね、どっちかなっていう楽しみが全くないというね、つらい、はい、感じですけども、まあまあまあ、青7ゲットということで、で、上乗せっすか。そうですね、上乗せを狙って、ゲーム数33ゲームを消化していくというような感じですかね。うん、8分のって書いてますけどね。はい、最初の8ゲームがですね、突入バトルということで、ここの8ゲームの間でレア役を引くと継続率がアップするチャンスが迎えられるということで、引きましょう。はい、水角なんか引きましょう。そうですね、ここでレア役を引くことができれば、その残りの ART 含めて全て継続する可能性が高くなるという形ですね。何も引けない。さあ、シャーザクに
バルカンを浴びせてますけども、あ、逃げていきましたね。ダメなパターンですかね、ですかね。ウィン、さあ一応勝利となりましたけどね。レア役はでも残念ながらゼロですね、でしたね。リプレイとベルのみ、はい。さあこれで32ゲームがスタートという感じですかね。33ゲームですね。継続もんなんですかね、はい、継続今頃ですね。継続率が一応 50% から、マックスで 91% プラスアルファということで、91、それはやばいですよね、はい。まあ、多分その最初の8ゲーム突入バトルとかで多分すごいレア役とかを引くとそういう継続率に設定されるというような感じでしょうかね、だというふうに思われます。赤7だとソエラが優遇されやすい、そうですね、可能性が高いですね。失敗したから明日ガンダム全録するんでしょって言われてね、まあ成功失敗というかね、一回グフにやられたと見せかけて一応倒しましたんでね、勝ちましたけどね。でも15回リミットでしょって、あ、そうなんですか、15回リミットなの、まあ継続自体がみたいですね。そうなんだ、へえ。リミット設けなあかんほど行ってまうってことですかね。いや、そうなんですかね。かつての山下モンキーターンみたいな感じですかね。あ、そうですね。まあ、33ゲームプラスアルファで15回だとね、まあ、そこそこ増える感じではあるんでしょうか。ぜひね、じゃあ15回きっちりはめていただくところを見せていただければなと。さあ、さすが連邦の白いモビルスーツ、白い悪魔と呼ばれただけあってね、めちゃくちゃガンダムザックなんてもうビームライフル一撃でコッパみじんですね、本当にね。いや本当に、はい、500ゲーム間負け続けてこうなるとあっさりね、めちゃくちゃ強いっていうね。ビームライフル一発も外さずみたいな。ドーナツビジョンっていうんですかね、この全画面、はい、そうですね、10日ですもんね。綺麗っすよね、はい。映像の迫力はやっぱり半端ない。そうですね。あとね、マニアックなところなんですかね、はい、リールがやっぱり私としてはお気に入りですよね、はい。リールがお気に入り、はい、その心は、この昔ながらのチェリーを下に落として、はい、滑ったらスイカチャンス目みたいな、あの配列がお気に入りということですか。そうですね。あ、なるほど。当たり前なんですけど、これがないやつも多いじゃないですか。そうですね。どこ狙えばいいのかみたいな。はい、俺この白なら見えないんだよなっていうふうにね、今コメントいただきましたけども、あ、白はちょっと見にくいかな。そうですね、リール左端が白く光っているように見えるんで、はい、確かに白見えにくいですね。見えにくい図柄はリールのこの脇を見ていただけると、なるほど、見えることが多いかなと思います、ね。飛び出した部分をね、はい、見るってよく言いますけどもね。こっから8ゲームでまた継続バトル。そうですね、継続バトルということで、これでさっきみたいにウィーンで出さないといけないわけですね。そうですね、勝利すれば次のセットへ行くという形ですね。最低でも 50% でしょみたいですよ。 いけんじゃね、いけますか、2分の1引けるかというところですけどね。さあ多分ここでもレア役とかを引けばというような感じですけども、シャーザク蹴り飛ばされて、やばいですか、これ伝わってますかね、ここがさっきからガクガク、はい、そうですね、そこ上でがね、ガクガク動いてますね。ダメかい、マジ、ガンダム沈黙、終了。なんかすみません、こんな見せ場なく。バー揃いは結構するよね、ハイパーだっけって言われてますけど、あ、そうなんだ、バー揃い、はい、ART 中にみたいですね、多分それでハイパーなんですかね、これ継続率プラスゲーム数上乗せでストックなしって言われてるんですけど、ちょっとねゲーム性細かいところまではちょっとよくわからないですけれども、継続率プラス上乗せは特化ゾーンがあるんで上乗せですね。ストックはどうなんですかね、ちょっとわかんないですけどね。
もしストックモンだったら今ので復活するのか、はい、こっから何らかの前兆を経て入るのか、潜ったりする可能性があるのですかね、どうですかね。まあでも真っ昼間に帰ってきましたから、あいきなり全く熱くないところに落とされるというね。これでも地味なんですけど、はい、見えますかね、リール下部に今消化ゲーム数が出てるんですね、はい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 、今ここ 3ゲーム出てますけど、はい、なんかね熱い役小役引いた後とか赤字になるんですよ。お、そうなんですか、はい、今こっちの大仏改めふんどしが打ってる方も、はいはい、チェリー引いて今赤く変わりましたけど、お、そうですね、多分それを考えるとボーナス後赤字スタートなのは何かあるってことですかね、はい、あ、なるほど、若干の何かを示唆している可能性があるということですかね、即やめをやめておけよみたいな。なるほど、まあ、なんかエウレカ7とかでもね、なんかこう特定ゲーム数で、ゲーム数の部分が赤く光ったりとかね、ありましたけどね。 ありますね、はい、チャンスゾーンなのか。1セットで80枚ぐらいしか出ないのかって言われてますけど、払い出し枚数は 出てましたっけ今。忘れましたね、セット数終わって出てたかな、どうか、なんかそんなもんでしたけどね、はい、まあ継続させてなんぼみたいな感じは確かにありますね。純蔵がゲーム 2.3 枚、はい、ということは 60?70枚ぐらいですかね、33ゲームですんで。まあ一発でしれっと終わらせちゃいかんのでしょう、多分、はい、普通はね、多分つないでつないでみたいな感じなのかなっていうような気がしますけどもね。ちょっとね、引きが弱すぎて、これも、はい、いやー今日は完全に鬼の引きで知られるノリノリ店長も鶴見の魔術に惑わされてるというような感じですか。いや、ほんとですよ、はい、ろくなことがない、ろくなことがない、うんだり蹴ったりだというねいう感じですけどもね。さあこれドミノ何やってるんですかこれ。いやこれね、はい、次はこれに近づけるためにね、はい、いやさっきは近づけてなかったですか。いやさっきはねぶっちゃけ、結構テクニックやってました。あ、テクニックやってました適当にやらないでくださいよ、自分たちで、自分たちで宣言して。いやこれいいっすよこれね、はい、ここ見えますか、ここ。いやいや全然見えないですけど、僕見えないですか、はい、見えないですか、ここ、はい、これね僕ね、はい、思いついたんですよね、はい、倒れて、はい、これが落ちて、はい、ここに行く瞬間をね僕は楽しみにね今作ってるんですよ、はいはい、大丈夫か、ノリノリ店長ポカーンってなってますけど大丈夫ですか。楽しいです、はい、はい、あ、そうって言いますけど、ボケたんですよねいや大丈夫ですか、もうそういうのじゃないですからね、なるほど、そういうのじゃなくなってくる、ね、どういうのなんですか、はい、じゃあ相変わらず、はい、じゃあ何なんですかって話ですよね。いやすごいですね、本当に自由ですけどね、まさに自由すぎる配信ということで、はい、いやこれねでもやってもうたらね、はい、これやっぱりめっちゃ集中しますね、これ。あ、集中してしまう、集中しますね、最初結構、はい、バカにしてたんですよね、これ結構集中しますよこれは、はい、あ、そうですか。いやぜひねこれノリノリ店長もこれ体験していただきたいな。あ、なんか振りが来ましたけど、ノリノリ店長お前もドミノやってみろよって言って断るそりゃそうですよね、本当にね、基本的にこんな感じで断られますんで、そりゃそうですよね。いや私はね、はい、スロット好きなんですよ。ああ、そうですよね。いや本当に全員でねドミノやり始めると本当に収集つかなくなるんでね、もうノリノリ店長ぐらいはお願いしますね、本当にね。何時まで配信ということで、これね2時まで配信させていただく予定になってます。試合時間もねちょっと徐々にあと30分ぐらいですかね、なりましたんで、はい、やべえこのまま見せ場なく終わるのは嫌だ、はい、そういや初見なんですが、どっちが店長、軽く自己紹介お願いしますって言われて、じゃあどっちの店長から自己紹介しますか。さっきノリノリ店長の方からいきますか、はい。私がノリノリ店長こと、はい、ヒコーナー東大阪店の店長をやらせていただいております。はい、ノリ店です。ノリ店ということでね、はい、本日は鶴見店に、
ね。アウェイ、はい、アウェイということで、いやいや、アウェイじゃないです。元ホームです。はい、元ホームね。元元ね。ここのオサなんでね。もともと貴重な鶴見店の店長をやってたということで、まあ今日のメンバーはね、鶴見店のメンバーみんな知っている人ばっかりということでね。はい。ちなみにこのノリノリ店長が教育した結果、こうなってしまったと。仕上げたと、ね、はい、こうなってしまったということでね、はい、はい、もうすべてノリノリ店長の責任ということでね。いや、はい、本当に申し訳ないです、会社に、はい、会社に申し訳ない、はい、間違いない、はい、で、こっちにお尻向けてる人ちょっと自己紹介してって言ってるんで自己紹介してもらっていいですか。はい、私が鶴見店の店長と、はい、店長の、はい、オカルト店長こと、はい、シワクと申します。はい、鶴見店、貴重な鶴見店のオカルト店長、はい、シワク店長ですね。そうです、のり店さん、のり店から、はい、この店を引き継ぎまして、はい、はい、今この店をはい、盛り上げると頑張っております。なるほど、盛り上げるべく頑張ってるがあまり言えてない感じですけどね。盛り上げるべくね、はい、このトミノをね、はい、トミノを盛り上げるべく、ね、盛り上がってます、はい、でここで黙々とねドミノをやってる人が鶴見店のスタッフさんのペカ泥棒さんと、で横で打ってるこのなぜかスパダカで打ってる人がね、はい、鶴見店のスタッフの大仏さんですね、はい、ふんどし大仏さんです、はい、というメンバーでね本日お送りしております。大丈夫ですかね、初見の方にもね優しい放送を目指してお送りしております。そうですね、はい、わけわかんないですもんね。いや完全に謎配信でね伝わらないと思うんでね、一応ねちょこちょこ説明をね入れていかないとねいけないと思いますんで、はい、面白いメンバーが揃ってますねって言われてますね。かっけーって、イケメンやな、抱きたいって、あ、なんかこう芸が湧いてますねこれね。あかん、もうやべやべやべ、抱きたいって、あ、これ今僕もね、はい、やっててふと思い出しました、ね、ノリノリ店長かっこいいって言われてますけどね、はい、ありがとうございます、はい、いや、なんかもう店長芸の王将、いや、や本当にそうですよ、この店、いや、これ、はい、これね、はい、やばいですよ、サウンドゲイから始まってね、サウンドゲイから始まり、はい、ね、一番まあ食らってるのは大仏ですね。そうですね、大仏さんね、大仏ね、はい、ハードゲーム宮川さん、いや休みじゃなくて今日いるらしいんでね、今日いますよ、はい、今多分そろそろあれじゃないですか、はい、ミスターダメしてんじゃないですか。ああ、なるほど ね、今メイク、はい、頑張ってメイクしてる途中ですかね、まあ、ただね、松浦さんも気をつけた方がいいっていうのはやっぱりありますよ。いやいや、勘弁してください、まあ、そうですね、ここまで本当に勘弁してください。だいぶポイント溜まってきてるんでね、はい、何のポイントですか、はい、なんかゲイポイントですか。そうです、やめてください、ゲイポイント、Gポイントですね、Gポイント溜まってる、Gポイント溜まってる、やめてください。ドミノドミノって言われてます、アスガンダム熱いのって言われてますけど、そんなね気の利いた配信ができるね、チームじゃないんですよ鶴見店は。ね、そういうねなんか営業とかね、できればねいいんですけど、本当にね毎回言ってますように、本当にこの人たちね自分の子たちのことしか考えてないんでね、そんな気の利いたこと一切ありませんので、ね、心配なく普通に打っていただければなと思います。まあ角っこにあってドミノと配信しやすいからそうですね、完全にそうですね、はい、完全にそうですね、はい、もう誕生日アピールしなくていいのって言われてますけど、まあそうそう、あ、誕生日、誕生日、まあ、言うとけ言うとけ、誕生日アピールいります、あ、誕生日アピールですか、はい、いやいや本当にね彼ね、はい、最初から見てない方もおられるんでね、はい、1月10日がですね、はい、彼、27歳、はい、1月とか27歳を迎えるんですよ、はい、だから、ね、これ盛大にね、はい、1月10日に向けてね、はい、まあ彼休みなんですけど、前ドミノをね自分の誕生日お祝いしてくれって言っときながら、1月10日は休みなんですよ。あ、休みです、そうです、ひどい話ですよね、休みですよ。いやでもね、ひどい話お誕生日休みですね、お誕生日休みです、はい、お誕生日休み、はい、ねハードゲーム宮川がね気の利いたシフトをね、はい、作っていただいたんで、ね、あ、じゃあハードゲーム宮川さんから祝福のキス、お誕生日キスしてもらえば、ありえます、あります、それもあります、いいんじゃないですか、それいいな、あ、ね、それいいですよ、ね、ありえますね、それね、はい、ありえますね、それね、それでいいと思いますけど、本当にねその感じ、その感じでいいと思いますはい、こんな感じでねお送りしております。まあ、とりあえずもう狙われたら、はい、筋力半端ないんで逃げられないんで、はい、今のうちに諦める準備をしておくべき、すごいパワーですからね、はい、はい、これのび太のとこって言われてますけど、そうですね、そうそう、はい、のび太さんがいるお店になっております、貴重な鶴見店から本日配信お送りしております。のび太人気なかなか、いや、のび太さん ね結構人気ありますね。下の液晶ってただ映ってるだけって言われてますけど、残念ながらそうですね、なんかゲーム性に関係したりとかは一切ないんですかね、なんかあれでしょ、はい、1週間2週間とかで違うパネルになるみたいな、いわゆる新パネルみたいなのが
液晶で新しくなっていくみたいな感じですかね。いやと思いますけどね。なるほど。あと待機中はなんかまたあちょっと動いたりとかねしてましたけどね、はい、あもう終わりましたね、はい、で今はこのようにねガンダムの絵が出てますね、はいはい、こんな感じになっております。うわ見せ場欲しいな。いやガンダムでもちょっと辛いというかなかなかまあ引きっちゃ引きなのかもしれないですけどあまりこんだけ楽しそうなんで皆さんうちに来てねっていう映像にはなってない感じですね残念ながらね。まあドミーのやってて引きちってるんで、はいまあ、集中できてないというのが一番の要因。なるほどなるほど、はい、いや本当にね台が辛いのか引きが弱いのか、はいまあ、両方なのかって感じですけどね、はい、あ下の液晶変わるよ俺7000枚出た時1000枚ごとに人変わったってあそうなんですね。マジでなるほどね。っていうか7000枚枚数で変わるんですね。っていうか7000枚ってどうやって出すんですかね。す全く今のところイメージが湧かないですけどね。いやなんか暑そう、はい、ちょっと夜ですね。あとおこれはあれですか、はい、ゲーム数会場。あゲーム数会場もあるはずですね。じゃあお決まりの128までが熱いみたいな部分もあったと思います。128かどうかちょっとすみませんわからないですけどね。あ今消えましたね、はい、全長きあ消えた感じだけど大仏さんギャンですね対決ねちょっと熱いのか。544ゲームノリノリテンションの時もこんぐらいのゲーム数、はい、そうですね。バー揃い6回くらいして全部400ゲーム以上乗ったんですよね。そうなんだその引きいただきたい。すごいですね。寝台何入ったって言われてるんですけどオカルト店長、はい、寝台何が入ったって言われてますけど鶴見、貴重な鶴見店寝台は何が入ったんでしょうか。寝台はですね、はい北斗の剣、はい、炸裂今炸裂ね、はい、今話題のが10で入っておりまして、はい、でアマデジコーナーにですね、はい、アマデジエヴァンジェリオン8、はい、こちらが3台入っておりまして、はい、でスロットコーナーに、はい、今売っていただいているガンダム、はい、で、27日オープンのバジリスクですね、はい、バジリスク絆が6台となってますのでね、はいはい、ぜひ遊びに来ていただければなというふうに思います。あとドミノですね。ドミノは関係ないだろうあとドミノって寝台ドミノじゃないか。さあ、大仏さん、おめでとうございます。おめでとうございます。めでたい。めでたいというかね、まあまあ普通にボーナス1回引いただけですからね。ありがとうございます。いやー、ここまで長かったですね。いやー、結構ハマりましたね。まあ皆さんにこのガンダムの、はい、ガンダムと、はいこのふんどし、この赤のふんどし、はい、が絡んだ時の力をお見せしましょう。はいガンダムと赤いふんどしが絡んだ時の力、はい、相当めでたいですよ。意味が全く分かんない、はい、もう新年ですね相当めでたい。はい来たーおーさあどっちだ来たってなんか熱いやつ来たかな普通にナビが出ただけで一角一角青みたいな弱い方一角でもこれ否定とかするんじゃないですか。あー昇格みたいなのがあったりないですか。ないね、はい、うんなかなか無事青がそれましたね、はい、赤いふんどしでもそうですね見事に青ということでね、はいはいはい、おめでとうございます。シャア専用ふんどしですよね。そうですね完全にね、はい、今日ねめでたいうまいうまいこれ貴重なテスト配信やってた人ガンダムいまいちって言ってたけど打ってみてどうって言われてますけどどうですか打ってみた感覚打ってみた感じとしては私はそうですね、はい、ノーコメントでお願いしていいですか。なるほどノーコメントまあちょっと今のところ当たってないんでねそんなねめっちゃ楽しいですよみたいな感じはなかなかコメントしづらいかもしれないですけど ね、 本当にね何でもいいんですよ、はい、出りゃ何でも面白いんですよまあもちろんそうですね出ねんすよこれ今のところまだなんだ7000枚出したとかねいう人もいるみたいですけどねそんな感じは残念ながらまだないっていう感じですね。そのバー揃いとやらを、はい見せたいですよね。そうですね。なになになに。いやこれあれです最初の継続バトル8ゲームで、まあ、はい。それ強制力。はい。なるほどですね。ふんどし大仏さん的にはどうですか？ガンダム、初スロガンダム。いやまあまあなんせ今初めて当たったんでスロットっていうよりも、はいはい、
ガンダムかっこいいですよね、この 3D のガンダムが。あ、なるほど、映像が綺麗であると、うん、アニメのガンダムって汚いじゃないですか、やっぱ。まあまあ古い感じはしますよね。全く同じデザイン 3D になったらかっこいいな。そうですね、なんかガンダムっていうよりはガンダムのゲームを見てるっていうか、やってるみたいな感じですかね。だからもう若い子とか全然楽しめるんじゃないですか。そうですね。ああ、これちょっと熱そう。あえて言おう。何？ああ、バードロイはしてチェリーである。なるほど、あえて言われましたね。上乗せあるんじゃないですか、ギレン様が。ああ、なし。さっきの強チェリーはする？そうですね、何もなかったのかな。あの強チェリースルーする意味がちょっとよくわかんないですけどね。今の強チェ恩恵なしって、ね、コメントでも、ね、言われてますけどね。まあ、タイミングは最終ゲームでしたからね。あとからあれなんですか。あるかもしれないですね。乗ったりとか、さっきの継続率がアップしてたりとかっていうことなんですかね。恩恵あるよ、継続率アップ抽選って言われてますけど、じゃあなんか内部的に抽選してアップ継続率は高くなってたりとかっていうことですかね。ありえますよね、はい、なるほど。わずか8ゲームの間に強手引いてんですからね。え、何かないとね、あれですね。お、なんだこれ。あ、チェリー。さあ、ドミノ軍団はこんな感じで黙々とねドミノを作っておりますけれども、はい、まだあと何分ですか。あともう15分ぐらいですね。あ、15分、はい、時間そんなにないですけど、大丈夫ですか。やばいやばい、ね、もうそれ完成しなかったら2人とも襲われる可能性ありますからね。ほんと怖いですね。いやでもね、時間聞いたらね、やっぱりね、はい、いけますよ、これは。そうなんですか。いけます、いけます。事故なんかっていけます、これ。なるほど。まあ、今一番危ないのは松浦さんとそのドミノ作ってる2人ですね。なんで俺が危ないっていう。いや、危ないって多分あれですよ、あれですか、狙われてるってことで。いやいや、だからなんで俺が危ないのかが意味が分かんないですけど。近いから、二重のせ。二重のせ、二重ゲーム、上乗せ。台について語らない。バードロイは逆押しじゃないと絶対揃わないよって言われてますね。へー、へー。なんかナビとか出ないですかね、揃えろ、狙えみたいなやつね。出ますね、はい。いや、まあでもそれ無茶。お尻何ですかね、何なんですかね、よく分かんないですけどね。継続率アップしたとしても継続するとは限らんし、ゲーム数上乗せの方がいいなーっていうふうに言われてますね。あ、なるほどね。ああ、まあそろそろやわ。はい、まあ特の方が分かりやすさはね、そうですけどね。しかも15連リミットだしなーって。ああ、やっぱ15連リミットなんですね。まあでもそのテーブル完走ったらなんかあるんじゃないですか。ああ、そうなんですかね。やっぱ次も天国みたいな。そうですね。なるほどなるほど。お、チャンス目からの、でもないんですか。連続エンジですね。なんかザワつぶ、ザワザワしてる。おー、ラララ、エルメスの人ですね。赤字、エルメスのパイロット。うわ、見えましたね、ララの心眼でチャンスが見えたと。目が死んでますね、はい。あ、連続演出や、まず続いて。これさっき聞いたチャンスが見える。これどえらいほど乗るんじゃないですか、これ。え、どうなんだこれは。継続期待度とかではなくて、これが大したことないっすよって言われてますけど。え、これ大したことないんですか。え、ラナの見えたチャンスはどこにあるの。これ後乗せ、これだけ後乗せの資産。後乗せ、後乗せ10ゲームだけ。しょぼいなそれ。文句言わない。そうですよ、厳しい。ああ、そうなんだ。さあ、ドムとの対決、もう見飽きたジェットストリームアタックですけど、さあかわして、はい、さあ向こうもかわして、ああ残念。スウェーはドムって言うんですか。ドム強いですね。黒い3連星めちゃくちゃ強いですね。あ、これか、はい、これで勝たんとあかんの、ね、そうですね、最後8ゲームの継続バトルですね。はい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 、
いろいろ弾きましたからね、ぜひ継続はそうですね、でもさっきのララとかは全然熱くないみたいですね、それ上乗しなしとかなしとか全然あるよっていうふうに言われてますね、というかそっちの方が詳しいですね、コメントしてくださる皆さんの方が、はい、もうバンバンそっちで解説していただきたいです、ね、いやなんか投げちゃダメでしょ、高継続資産演出ってあるって言われてますけど、継続率今のところ熱そうみたいな演出今のところないですよね、これだから継続率が厚そうみたいなのって全然わかんないですよね、内部的に、ああ終了ですね、マジ198枚、63ゲームで終了ということで、復活とかも一切ないのかな、いや、シャッターが閉まっちゃいましたね、開かない開かない、シャッターが開かない、そこで頑張れば、これナビまだ消えてないですからね、これまだ復活あるんじゃないですか、ありますか、いや僕はあると、バジみたいなナビが消えないそう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 やつですか、あ、出る、ハンドル、はい、アウトいや、まだまだわからない、あ、開きましたね、いや多分関係ないと思う、いやいやいや、でもシャッターこんなバンバン閉まってますからね、これ、はい、終わってるやんって言われてますけどねオカルトなしって言われてます、なんだこれ、オカルトおーおーおーえらいこっちゃ、これこれ熱い、えらいこっちゃだ、これガウはほぼいただきなんじゃなかったでしたっけ、あれ10ポイント溜まってるとガウが出てきて、うわ金文字、はい、あ、来たー、これは激アツですね、ねえ、はい、ここに至るまでが静かやったんで、はい、びっくりですよ、これそうですね、スイカを何度か引きましたけど、もうね、金文字の5つ星、おお、すごい鉄板星よ、これガウ、大当たり演出をご覧ください、いやーいいですね、さあシャーに騙されてガウが撃墜されるという有名なエピソードですね、あのあれですよね、はい、ガルマザビ戦死の瞬間ですね、うわおめでとうございます、全米が涙したこのシーン全米が涙した勝手に全米になってますけど、あるよ、ラウンド開始の画面の色と枠とメンバー、ああそうなんだ、そこで継続率示唆されるらしいですよ、へえ、はい、最初入った時ちょっと見といてくださいね、じゃあそうですね、入った時のメンバーとか、はい、メンバーとか画面の枠の色とからしいですね、100列あるって言われてますけど、100列ね、北斗の剣5、100列はですね、今回の信頼リレー会で導入されたということで、はい、台数何台でしたっけ、10台、はい、10台ね、はい、10台ありますので、ぜひ遊びに来てください、100列もね、うん、今日パチンコやろっかって話にもなったんですけどね、はい、まあスロットでいつも通りね、ドミノをお楽しみいただこうということで、本日ガンダムをね配信しております、ドミノに振りやすいという理由でね、そうですね、はい、はい、本当にそれだけの理由でねここでなんか引かねえと、そうですね、継続バトルで早く引くことができるかという感じですけども、引けないな、さあラストリップですね、どの突入次ですかですかね、あ、これですね、このメンバーと色とかなんですね、多分ダメそう青で子供3人みたいな50% ってやつじゃないですかこれっぽい感じですね、多分あそこですごい、あの重要なキャラクターとかだと継続率若干厚いのかなみたいな感じなのかもしれないですね、さあ大仏さん強制ですか、いや、今のは弱じゃないですかね、弱チリでも灼熱のチリって出る、そうですね、逆に熱い、モードがいいんかもしれないですね、ああなるほど、まあ赤だったら継続確定だし、ほとんど青だよっていうことらしいですね、へえ、おなんかあるに変えますか、これ最後の最後に見せ場がまたシャッター閉まったよ、これシャッターはいつも閉まる、ああ索敵モードですね、シャッター閉まったからですね、それ押すよね、はい来てるやんって言われてますけどね、あもう左手の法則が、左、はい、さあザクは、お2匹、
これ左手の法則は本当にね、はい、裏切らないですからね。さすがオカルト、はい、オカルト店長の店。もう左だけ選んどけば大丈夫です。本当ですか？簡単ですね。簡単です。左だけ選んどいたらいいんですから。4体撃破。もうずっと左。さあグフ、おお1体。さあ5まで来ましたね。いやもう左ですよ、こんなもん。お全部左、はい、もう左を選ぶ。おーダメー、やばいパターンじゃないですかこれ。さあ黒い3年生 Z ストリームアタックですね。これね、原作ではね、この3人が分身攻撃仕掛けてきて、はい、ガンダムがそれを踏み台にして撃破するというね、有名なエピソードなんですけど、Z ストリームアタックを破ることができるかというところですけど、どうですかね。おお、まだかまだか、はい、継続。さあロムの攻撃。おお、継続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 。今日都市伝説はってありますけど、今日都市伝説ないんですか店長。都市伝説ですか。はい、都市伝説、はい、ない、用意してない。はい、あ、あるですか。あるんだ。振れば出てくる。すごいですね。この間やった、はい、心理テストあるじゃないですか。はい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 。じゃあそれやりますか。はい、あるんですか。じゃあ松浦さん心理テストしていいですか。はい、いいですよ。松浦さんは、はい、今、ベランダにいるんですよ。はい。そしたら向かいのマンションで、はい、偶然殺人現場をそのベランダから見てしまったんですよ。はい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 。でその犯人とね目が合ったんですよ、はい、はいはいはい。でその人、その犯人は松田さんに向かってこう指さして、はい、指さしたんですよね、はい、松田さんこれ何というメッセージだと思います。お前俺の犯行を見たんだから覚えておけ、お前消しに行くからなみたいな感じ。ああそう、あそれがね、はい、それが普通の答えなんでよかったですね。おお、そうなんですか。それが普通の答えです、はい、あの前回みたいに、はい、危ない答えは、はい、あれです、あの指さしたのじゃなくて、はい、何階の何個目の部屋かっていうのを数えてるっていうね、はい、ああよかったですね松浦さん、よかったです。そうなんですか。よかったね。はい、よくわかんないですけどありがとうございます。ねずり合いモードノリノリ店長継続しました。いやあいつがしょうもない話してる間に、はい、継続確定してましてですね、見事シャーザク撃破で2セット目ゲットということで 50% をパスしたのか。そうですね、こう見えて実はいい継続率ですよっていうパターンなのか。子供3人が、うーん2回目も子供3人でしたからね。一緒でしたけどね、色もね全く同じでしたけども。なんか巡り合いモードって今入ったんですけど、なんかこれ、はい、これも前兆ですね。前兆の中にも3種類4種類ぐらいあって、巡り合いモードはそうですね、上から2番目ということで若干チャンスということで熱いのかなというような感じだというふうに思われます。はい、スイタもやりだしてるってことで。そうなんですよ、スイタ店もね、毎週土曜日に、キコナ神津島店とコラボレーション放送ということで、こちらはですね毎週両方ともの店長がですねどちらかのお店に集まって対決を行うというね、うん、感じになっておりますのでね、ぜひ遊びに来ていただければなというふうに思います。皆さんご待望の土曜日配信ですからね。そうですよ、土曜日ね、はい、面白いねキャラクターがまたねどん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 出てきますのでね、ぜひお楽しみにしていただければなというふうに思います。大仏いいよって言われてますね、巡り合いモードね入ったんで。あこれいいんですか。はい、いいみたいですね。いやそういうのをね、はい、教えても欲しいですね。そうですね、なんで切れてるんですか。本当に、はい、本当にね教えてほしいということでね、教えてほしい、はい、ぜひねいろいろ教えていただければなと思います。ドミノ最後に間に合うのって言われて、あと3分ぐらいですけど大丈夫ですか。いやもうこれいい感じですよこれ、やっぱりね、はい、時間に追われたら終わりますよこれ。ちょうどいける感じ。いける、いける、いけます。そうですか、全然いけます。和骨左上はブラック企業なのって言われてますけど、ブラック企業の映像ね、はい、お届けしております。ブラック企業こんなことやってますけどね。いやドミノしてね、はい、いいじゃないですか、給料が出るっていう。ドミノして給料が出るのはいい会社だということでね。まあやりがいってなんだっていう話ですけどね、本当にね。おーコンプリート、なんだ。なるほど、これでボーナス確定ですね、うん、楽曲選択モードってなんすか。
BGM 変えられるわけですね。ああ、へえ、BGM が変えれる。お、はいはいはい、コベガンダムありますね。それじゃないですか。ああ、いいですね、聞こえますね。いやー、いいですね。いやー、それでしょう。いいですね。はい、懐かしの有名なやつ。はい、懐かしのトベガンダムで。じゃあこれで、はい、お願いします。なんか弾ける気がする、残り3ゲーム。あ、プレミアム会員様が1人と通常会員様が1人、またコミュニティ登録いただきました。ありがとうございます。おー、ありがとうございます。なんでですかね。いやー、全然わかんないですけどね。はい、ね、間に合う間に合うって聞かれてるんですけど、大丈夫ですか。いや、あの、間に合わなかったらもっと面白いやつ見れますよ。なんなんですか、本当に。はい、あと一応10分もう、シダとしてはそろそろ時間ですかね。で、最後エンディングが残り10分ぐらいなんですけど、大丈夫ですか店長。大丈夫ですよ。本当ですか。いやー、あー、2000円払うからドミノ崩したいって言われてますけどね。2000円払うよって言ってます。ほらほら、もう完全鶴見店の虜になってまいりますね。いやー、そうですね、はい、この怪しい雰囲気の、はい、狙い通りです。狙い通り、はい、いやー、恐ろしいですね。またプレミアム会員様がコミュニティ登録いただきました。はい、ありがとうございます。狙い通りです。ありがとうございます。この映像を見てね、まあ、はい、プレミアム会になっていただくということで、よくわかります。まあ、ドミノみんな好きですからね。あ、そうなんだ。はい、さあ、店長、ノリノリ店長、66ゲーム153枚2回で終了で、復活とかはあんのかな、これで。ダメだ。ダメっぽい。ダメっぽいですね。今日の引きじゃ勝てねえ。いやー、今日は厳しいですね、ちょっとね。さあ、フラウ、フラウボーですね。チャンネーですね。チャンネー。青で、フラウボー1人。いや、これでもちびっこより熱いでしょ。まあ、ちびっこよりかは熱そうな匂いはしますけどね。どうなんですか ね。あ、今日東大阪出てたねということで、お客さん見に行っていただいたってことですかね。ありがとうございます。いや、めっちゃ嬉しそう。めっちゃ嬉しそう。いや、来てくれたんですよね、それおっしゃってるってことは。みたいですね。はい、すっげえ嬉しそう。いや、本当にね。はい、実際にこう来てくれてる方が見ていただけてるっていうのは本当嬉しいですね。いや、そうですね。はい、またね、それお褒めの言葉をね、こうやっていただけるっていうのはね、嬉しいですよね。本当にありがたいですよ。はい、そうですね。こうやって夜な夜なパチスロ打ってる意味もあると思うんですよ。本当に本当にそうですね。さあ、あとそろそろお時間ということになったんですが、どうしますか。あと20ゲームじゃあ大仏さんの ART 回して、最後対決バトル見て終了にしますか。あ、はい、はい、いただきました。ちょっと巻きで分回していただいてもよろしいですか。はい、はい、そっちはいいですか。そっちはドミノもそろそろ、いや、ドミノはね、はい、もう余裕できました。本当ですか。余裕できたんで、はい、ね、もう一個作ってます。もう一個作ってる。ドミノなんて書いてあんのって言われてるんですけど、これ字になってるんですか。お、それは後のお楽しみじゃないですか。あ、なるほど、後のお楽しみということでね。いやいや、もう見せてもらってください。まあ、最初にね、フリップでね、説明してましたからね。はい、倒せば綺麗に見えるみたいな、なるほど、感じになってるんですかね。まあ、こいつらそんな出来よくないですよ。いや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 、成長しますから。成長しますから、わからないですよ。ノリノリ店長、僕らの成長にご期待ください。いや、マジで何も変わってねえよ。アルト店長、余裕ぶっこいてもう一個今ね、作ってますけどね。はい、はい、もう満足ということを知らないですから、ね、なるほど、はい、向上心が半端ない。なるほどね、向上心なのか。ドミノ110番でしょってか言われて、もうバレてますけどね、本当にね。110番、はい、ちょっとなんか、はい、間違った捉え方をされてますよ、これ。そうですね。ドミノ失敗したら延長って言われてますけどね。ああ、10ゲーム乗っちゃいましたね。10ゲームとか。いやー、ドミノ楽しいですね、これね。ドミノ楽しい。いや、もう足しびれました。見てる人も楽しいんじゃないですか、ドミノ。ですかね。いやー、ドミノはね、やってる方が楽しいですね、これ。そうなんですか。僕思いましたね。そうなんですか。思いました、思いました。さあ、どうしますかね、時間がね、そろそろなんですけども、はい、どうしますか。あと4ゲームで対決バトル入って、8ゲームか。じゃあそこまでいきますか。そうですね、はい、もう乗せることないと思います。はい、何も引いてないですからね。
最後の継続バトル明日の狙い目台の番号かなとかそんなねそういう風にやればそう確かになと思ったんですけどそんな気の利いたこと一切やってないから、ね、誕生日です誕生日、はい、1月10日誕生日完全にねペカドロボさんの誕生日ペカドロボの誕生日27歳無駄な数字おーレインボーおーなんだそれすげえこのタイミングでマジかすげえ素晴らしい店は入っちゃいましたよ見事ボーナス確定おめでとうございます、赤ですか青ですかどうしようどうしようマトラさんどうしますかいやちょっとじゃあボーナスの図柄だけ揃えてもらってもいいですかそうですね、はい、しかもだいぶさん継続しちゃいましたね継続しましたね、はい、じゃあ店長ボーナスの図柄だけ揃えてもらって、はい、ちょっと時間なんでやべやべドミノの時間がなくなっちゃうはい残り6分なんでちょっと巻きでお願いします皆さんがご期待されたこのドミノの、ね、今日のメインがねいやもっと欲しかったなドミノそうですねおおさあいやいや図柄来ないですけどどっちですかねドミノの番組なくなったのが残念確かにね昔なんかドミノなんかゴールデンタイムでドミノを揃えるそのありましたありました番組とかねありました見てましたチャレンジ系の番組ありましたけどねありましたあれおお赤7おこれですよレインボーですこれですよレインボーの恩恵かすごいあーお見事赤7揃いあ美しいということでおめでとうございますはい、ね、残念ながらでも時間ということでね申し訳ありません、ね、はいお疲れ様でしたちょっといいですかはい飛び切り今日一のドヤ顔で振り返ったわけですはいわけですね視界の向こうに、はい、あのごついのいましてねこれはいいやーこれいやこれ誰いやこれ最後エンディング誰選ぶかですねこれ2時間待ちの2時間待ちのあの男がいやー怖いですねこれめっちゃ見てますこのパターンこのパターンかいやーわかりますかいやこれほんまに誰に来るか分からない本当に誰に来るか分からないこれ下舐めずりめっちゃ怖いめっちゃ怖い当店島のモンスターですよ当店島のモンスターですよこれがめっちゃ怖い下舐めずりあいつはもうゲータ者やったねとりあえず言ってみましょう力異常に強いですよ力筋肉凄まじいですよいやばいですね。さあ、ドミノどうすんですか？ドミノ、いや、はい、行きますよ。ドミノ行くんですか？いや、行きますよ。はい、じゃあ、誕生日。はい。誕生日、1月10日が誕生日というね。これ、スタートもこれ、おしゃれですよ。スタートもおしゃれ。はい。1月10日が誕生日のペカドロボさんをお祝いして。ペカドロボさん、1月10日。はい。お祝いして。そうですね、まずこれ、スタートをしくったらダメなんですよ。110というね、はい、字になっておりますんで。違うんですよ。ここに注目なんですよ、はい、これを、はい、これ球流して、はい、ここに当てたらダメなんですよいやそんなちっちゃいの映るかなこれはいいいですよお願いしますねもうスタートでいいんですかスタートしてくださいお願いしますおいい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 フェイント使ってきたフェイント使ってきたいや、しっかりできましたよ一緒に喜ぶと見せかけて一緒に喜びを分かち合うと見せかけてガクブルオカルト店長の唇をいや、今のはいやね、僕ね、結構ね、安泰やと思ってたんですよいや恐ろしいいや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 僕恐ろしいいやいやいやおかしい恐ろしいいやほんまにおかしい今のいや素晴らしいいややっぱりあれっすよ本当にねやっぱり恐怖やっぱりあれはねあの素晴らしいあのやっぱりね、はい、僕にやっぱあの師匠に行けなかったっていうねああそれはそうでしょうねいやそれはそうっすねそれはそうですよねそれはそうっすよ、はい、僕に行きますああいなくなっちゃったねいやそこで僕に行きます、はい、本音も帰ったっていう、ね、いやすごいですねいや、はい、まあねドミノもね大成功中成功ってことでね見えますかね、はい、これ見えますか、はい、見えますかこれ110このカメラ野郎の誕生日、はい、誕生日1月10日いつですか1月10日誕生日だけど店にはいないというね中途半端なことしやがって本当にありがとうございますいやでも僕らも1月10日はもう
あれですからね、はい、ペカドボーさんのことを思って頑張りますからね。ああそうですか、はい、意味が分かんない。祝いにはいかない、ね、意味が分かんない。あれ2000円払った方がいいって言われてますけどね。ありがとうございます。はい、というわけで今週はですね、キコーナチャンネル水曜鶴見&東大阪店コラボ放送ということで、今週は鶴見店から鶴見の自由すぎる配信ということでお送りさせていただきましたけども、ガンダムもう完全に忘れてますけど、店長、あ、ノリノリ店長、ガンダムどうでしたか。まあ、最後の最後に赤7揃うところ、はい、視聴者様にもお見せできたんで、そうですね、まあ、それだけが唯一の救いですが、そうですね、多分ね、はい、このあとやり続けりゃ4時ぐらいまでは連チャンするんだろうなっていう雰囲気はありましたよ。雰囲気はね、こっからスタートするみたいな、ね、はい、感じですかね。はい、ちょっと不甲斐なかったですけど、まあちょっとね、いつものね、鬼の引きがね、鶴見の魔術にこうかき消されたというね感じでしたけどね。はい、はい、店長と大仏さん、ガンダムどうでしたか。いや、僕も楽しかったですね。はい、はい、まあでもあの途中やっぱドミノの方が気になってしまったのでどうでもいいんかな、はい、ガンダムどうだったんですか、店長。オカルト店長、あ、ガンダムですか、はい、楽しかったですよ。もうさ、雑雑雑雑扱いが忘れとったし、はい、まあ今は分かりました、そういうことで、ね、いやいや、はい、もう本日のメインはね、まあ、ドミノということでね。そうですね、面白いでしょ、はい、今ね、とりあえずね、はい、あの絶対に今の唾を飲み込みたくないんですよ、本当に。ああ本当に飲み込みたくないですよ、はい、本当にこれはそれで喋らなかった。分かりました。これで口の中に分かります。ちょっと溜まっていってるんで、宮川ショックでね。分かりますよ、それ、はい、なるほどね。宮川が思いっきり実名っていう本当にペコドロボさん、ちょっと早いけどおめでとうって言われてますね。ありがとうございます。来週は本日プロレスやってくださいって言われますけど、来週東大阪って言われてますけど、来週も鶴見、来週も諸事情があって、はい、会場はこちら鶴見店の方からお送りをさせていただきたく思います。分かりました、はい、何しましょうか。なんかリクエストありますかね、はい、いや自由な感じでね、また来週もお送りできればなと思ってますんで、また何かリクエストあればじゃあいただければなというふうに、はい、思います。もうちょっとじゃあ時間ないんで、じゃあ最後締めてもいいですか。プロレスって言われてますけどね、はい、プロレス、プロレスはできねえだろう。あ、プロもはや歌わない、はい、というわけでありがとうございました。また来週お会いしましょう。さよなら。サウンドゲイ